開会いたします。平成28年度第2次補正予算3案を一括して議題とし、内政外交の諸問題等に関する集中審議を行います。休憩前に引き続き質疑を行います。福島瑞穂君、はいはいえー。希望の会社民党の福島瑞穂です。稲田大臣にお聞きをします。講演会での発言。 国民の一人一人、皆さん方一人一人が自分の国は自分で守る、そして自分の国を守るためには、血を流す覚悟をしなければならないのです、これは今も維持されていますか稲田防衛大臣自分の国を自分で守るという気概を持つということ、そして私自身も命がけで国益を守るために政治をやってい 行きたいという覚悟を示したものでございます、はい、福島みずお君違うんです私たちだって命がけでやっていますこの問題は国民の一人一人皆さん方一人一人つまり国民全員が血を流す覚悟をしなければならないのですって言っているところが極めて問題です政治の重要な役割は戦死者を出さないことだと思います戦死者を出さ,さない 防衛大臣の一つの大きな役割、私たち議員の政治家の大きな役割の一つは、戦死者を出さないことだと思います。今、まさに瀬戸際です、南スーダン PKO、どうなのか、駆けつけ警護をして大丈夫か、私は戦死者を出さないという、その気持ちを共有したいと思いますが、大臣、どうなんですか稲田防衛大臣。 日本の平和と安定、そして南スーダンに行かれている隊員の安全確保、全力で守り抜く、その覚悟でございます福島みず生君。戦死者を出ささない、衆議院でも参議院でも、南スーダン PKO の議論があります、PKO5 原則はもうとっくの昔に崩壊をしています、大臣も取ったり取られたりとか言ってるじゃないですか、内戦状態ですよ。 まさに今、南スーダン PKO、危険な状況です、瀬戸際です、ましてや駆けつけ警護など、自分たちが攻められてないのに、多国籍軍を応援するために行ってやる、こういうことをやるとリスクが高くなると思います。今こそ、南スーダン PKO、まさにそこから撤退をすべき、駆けつけ警護などすべきではない、戦死者を出ささない、いかがでしょうか。稲田防衛大臣 南水スーダンに行ってまいりました、ジュバの市内、かなり多くのところを視察させていただき、政府関係者、多くの閣僚とも意見交換をし、また国連の特別代表ともお話をしました、私が見た限りというか、その状況は、ジュバの市内は比較的落ち着いていたと思います。その上で 緊張感を持って、えー、状況を見てそして、えー、いかなる任務を付け加えるか付け加えないかということは政府全体で判断をすべきだというふうに思っておりますまたあ駆けつけ、えー、警護については施設部隊が、えー、その活動の関係者から要請を受けて緊急的に人道的な立場から 対応ででできる範囲で行うものでございます私自身も PKO に派遣されている隊員が、しっかりと安全を確保しながら、ある活動ができるかどうか、しっかりと政府全体で検討していく所存です福島瑞生君、戦死者を出ささないために撤退すべきであり、駆けつけ警古はすべきではありません。また稲田大臣は雑誌の中で 教育体験のような形で、若者全員に一度は自衛隊にえ触れてもらう制度はどうですか、また別の雑誌では、女性も女子も、ですから男子も女子もみんな全員、自衛隊に体験入隊するべきですということを言ってらっしゃいますが、これ、驚くべきことじゃないでしょうか、これ、憲法が規定する、異に反する区域に当たる可能性がある、あるいは徴兵制と紙一重ではないですか、大問題の発言ですよ、いかがですか。 稲田防衛大臣どの雑誌の発言であるか、ご通告がなかったのですけれども、私、そのときそのときの状況の中で、また私が記憶にある女性誌では、相手から、 例えば、自衛隊に体験入学なんかしていただくのもいいんじゃないでしょうかと言われて、そういうのも考えられますねということは申し上げました。それが記事になったというのが、私の記憶でございます。いずれにいたしましても、徴兵制は憲法十八条が禁止をするところの区域に当たります。また、福島委員、おっしゃるように、一人も。 PKO で言っている隊員たちがあの生命、しっかりと安全が確保できるように万全を期する、私は当然のことだと思っております<上>福島瑞雄君。これ、大問題の発言ですよ、正論で自ら稲田大臣の方から、教育体系のような形で、若者全員に一度は自衛隊に触れてもらう制度はどうですかと言っている、そして女性の女性自身で言われて、女子も ですとまあ、男子も女子もですねっておっしゃってるじゃないですか、ご自身の発言ですよ、女性も男性も全員体験入学をすべきだ、これはですね、異に反する区域であり、徴兵制と紙一重ですよ、とんでもない発言です、撤回されますか。稲田防衛大臣私も防衛衛衛大大臣臣私もにになってから国内外自衛隊の皆さん方の皆方本当に活動 一生懸命頑張っておられる訓練にも励んでおられる姿を見ておりますそういったところをですね、学生の皆さん方にも見ていただくっていうのは教育的には非常にいいものだと思っていますしかしながら今委員がご指摘になっているような意に反して区域で徴兵制をするといった類のことは私は憲法に違反するというふうに思ってそのようなことは考えておりません委員長 福島みず君先ほども言ったように、自分が、えー、覚悟だって言ったけど、これは国民の一人一人があって、さっきも言ったように言ってるわけです、この問題も全員って言ってるんですよ、若者全員にって言ってるんですよ、ですから、全員ということは、これはやっぱり貸すことだから、極めて問題で、徴兵制と紙一重だと思います沖縄のへん、えー、高江の件を申し上げます。 7月21日、沖縄県議会は、高江のヘリパッドに関して、工事を中止するべきだという意見書を出しています。なぜ沖縄のこの意見は聞かれないんでしょうか。そして9月13日、自衛隊のヘリが重機を運びました。この時点で、この時点で申請書も許可書も出ておりません。9月12日、防衛大臣より命令書発出。しかしか 規則で法律で、まあ、規則で要求されている申請書も許可書も、9月13日付で出ておりません、違法で自衛隊ヘリが重機を運搬したんじゃないですか稲田防衛大臣。えまずう、沖縄の負担軽減。これは 安倍内閣の最重要課題の1つとして全力を挙げて取り組んでいかなければならないと思っておりますその上で北部訓練場のヘリパッドの移設工事のことについてお尋ねがありました工事用の通路に長期にわたってテントや車両等が放置され陸路による資材の搬入が困難な状況になりこうした状況を踏まえてヘリコプターによる 資機材の運搬を実施することといたしたところですまあ、一部の機材については重量の制約上民間のヘリコプターでは運搬が困難であったことから自衛隊のヘリコプターにより運搬を行ったところですこれは防衛省設置法に規定する所掌事務の遂行,必要な遂行に必要なものとして私の命令により実施したものであってこれは違法ではありません さらに時系列の表を出されておしあのおしご質問であり申請書が遅れたのではないかというそういうご指摘ですのでその点についての時系列の説明もさせていただきます。はい、簡単に申し上げます。はい、えー、あのヘリコプターの運搬に当たってはえあの機材のヘリコプターの運搬に当たっては国土交通省 大阪航空局から防衛省に対し、操縦訓練等を目的としてすでに得ていた許可に加えてあら、念のため運搬を目的とした許可も受けることが適切ではないかという指摘があり、航空法第81条の手続きを行ったものであります。その上で、その手続きの流れについて申し上げれば、陸上自衛隊のヘリコプターによる運搬は、9時頃から開始をしたところですが、 10時30分ごろ、同航空局から防衛省に対し、機材の空輸に関する事実関係、および航空法第81条、正し書きに基づく問い合わせがありました。12時45分ごろ、防衛省から同航空局に対し、年間を通じたははい、はい包括的な許可の中で、 十分であるという、そういう答えをああ国交省からあいただいたところでえございます。それがい、従いまして違法ではないということですす時間ですのでの簡潔にお願いします。はい フォーカス的なと言いまましたが冗談ではありません申請書と許可書は見てください、許可書は9月14日、申請書はなんと20日の日に持参ですよ、どこの世界に申請書が後から出るんですか、規則は書面によるとなってるんですよ、なぜか、書面による審査をしなければ分からないからですよ。これデタラメじゃないですかだって 包括的なもので足りるんだったら、なぜ許可書と申請書を取るのか、しかも分かりました、申請書の方が後から20日、飛んだ特区の後に出てるんですよ、こんな無法を許してはいけません、沖縄だから無法にやるんですか、違法でやるんですか、極めて問題であり、まさに法律無視のこういうことは、断じて許されないことを申し上げ、質問を終わります以上で福島瑞生君の質疑は終了いたしました。次に 薬師寺道夫君の質疑を行います薬師寺道夫君武者族クラブの薬師寺道夫でございます総理にお尋ねをいたしますリオオリンピックパラリンピックも終わりいよいよ次は東京大会です総理が思いやく東京オリンピックのビジョンとは何なのかオリンピックの閉会式に参加し素晴らしいスポーツの祭典を通じて世界に何を発信して日本の何を感じてほしいと思われたのか まずは教えていただけますでしょうか。安倍内閣総理大臣、2020年のオリンピックはですね、パラリンピックはまさに私たちが今度はあの感動を発信する番になるわけであります。まずは復帰東の大震災からま見事に復興した日本の姿をお見せをすることによってですね、多くの支援をしていただいた国際社会に対して。 御恩返しをしていきたいそして日本の素晴らしささまざまな文化伝統も含めて日本の素晴らしさを発信していきたいそしておもてなしの心でもってですね、海外からのアスリートはもちろんのことお客さんをおもてなしをしていきたいとこのように考えております薬師寺道夫君ありがとうございます昨日は10月10日体育の日でございました52年前は東京オリンピックの開会式です <laughs> 総理も五十二年前東京オリンピックパラリンピックご覧になったことかと思います総理自身の経験を踏まえてオリンピックの成功は今後の日本にどのようなプラスの影響を与えていくのか子どもたちも大変楽しみにいたしております子どもたちにも分かりやすいように説明をしていただけますでしょうかお願いを申し上げます安倍内閣総理大臣 1964年のです、ね、東京オリンピックでありますが、オリンピック・パラリンピック競技大会においてはです、ね、例えば、あの大会に合わせて新幹線もできましたし、首都高速道路もできたわけであります、そしてあのオリンピックを機会にです、ね、ゴミのない美しい街並みをつくっていこう、これはあの国民的な機運が高まった結果、ですねそれ以来、大変日本の街並みはきれいに、街角にも ゴミが泥にもゴミが落ちていないという状況を作り出すことができたということでもないか、まあ、それ以外にもインフラ、毛布を作ったわけでありますし、国民がスポーツするための環境が形成されたということもあるのであろうと、このように思います。えー、まあ今度はですね、えー、私たちのレガシーは何かといえばですね、まさに、えー 2020年の東京大会のレガシーについては、先ほど申し上げました東日本大震災からの復興、そして日本の技術力や文化の魅力の発信、そしてスポーツを通じた国際貢献、また、ユニバーサルデザインによる共生社会の実現などの観点から取り組むこととしておりまして、次の世代に誇れるレガシーを作り出していきたいと考えております薬師寺道夫君ありがとうございます総理 私もパラリンピックの閉会式が思えていがえた以上に大変素晴らしいものでございました。パラリンピックのどの競技も人気で会場もほぼ満員です。今までパラリンピックというのはオリンピックの後に規模を縮小して後付けのように行われてきたという印象が皆様方も終わりになるかと思いますが、ロンドン大会を境に、 パラリンピックはオリンピックと肩を並べるくらい大変驚異的な変化を遂げてまいりました特に会場で目立っていたのは子どもたちの姿です利用者はパラリンピックをぜひ子どもたちに見てもらいたいんだということで中学校にチケットを配布いたしました子どもたちは直接ブラジルの選手を自分の目で見て応援してそして今やパラリンピックの選手が子どもたちのヒーローとなっているんです 会場でもボランティア、実は障害者の皆様方が大変活躍をなさっていらっしゃいました。パラリンピックの大会のボランティア、1万5千人のうち、車いすや義足、松葉栽などを必要とする障害者は278人もいらっしゃったそうです。先日、銀座でもパラリンピック・オリンピック合同のパレードが行われました。あれこそ私は次のの東京大会を象徴するものだと 考えております次の東京、パラリンピックは実は同一都市で初めて2回目を開催する、だからこそ東京は試されていると思います。オリンピックとパラリンピック、健常者と障害者の垣根を越えて、バリアフリーの日本社会というものを構築する大会となること、私は切に願っておりますが、総理はどのようにお考えになられますか丸川オリンピック・パラリンピック担当大臣。 あの大変重要なご指摘をいただきましたので、これまでの取り組みを少しご紹介させていただきたいと思います。あの今年の2月にですね、前遠藤リパラ大臣を議長といたしますユニバーサルデザイン2020関係府省等連絡会議を立ち上げまして、まちづくりの面と、それから心のバリアフリーの面と、ソフト、ハード両面の分科会を設けまして、計8回開催をして、障害者の団体、すべてで18団体、全部で18団体、それから40名 から50名ののの有識者の皆様のご意見を伺いましただ、きましたでその中では、心のバリアフリーにおいては、教育指導要領も改定して、子どもたちを中心に、また企業の場面、企業の新人研修等の教育の場面でも、この心のバリアフリーを進めていただくという政策、また、まちづくりの面においては、特にあの東京大会に向けて、えー 例えば通路であるとかエレベーターのサイズであるとかこうした仕様について東京大会向けの仕様を標準化するべくまとめましてできればこれを2020以降に向かってすべての建設の現場あるいは人が集まる場所を作っていく上えで標準化していきたいという思いを持って今取り組みをさせていただいているところでございます薬師寺道夫君丸川大臣ありがとうございました。 大臣も多分会場にいらっしゃって、多くのことを感じられたと思います。実は私、閉会式後に、現地の方々ともお話をさせていただきました。政治、経済、混乱を極めているブラジル、自分たちの国に今まで失望しがちであった、しかし、こんなに素晴らしい大会を自分たちの国で成功することができた、これが私たちのレガシーだ、これが本当にプライドというレガシーだった、もう口々にそういった、 自国に対する誇りというものを自慢げに話してくださるそういう現地の方々私羨ましくも移ってまいりました東京大会の準備に関しましてガバナンスそして膨らげる予算というものが連日残念ながら報道されております本当に日本の素晴らしさをアピールするというものは予算規模や建築技術交通もそんなものではないはずです 戦後復興を世界に見せるオリンピックを再度踏襲していこうじゃないかというような機運も高まりつつある、2020年はその次のステップ、成熟した社会というものを世界に対して発信していくこれが私は大切だと考えております日本が。日本では今、女性活躍というものが推進をされております。女性が輝き、そして障害者、高齢者も生きがいを持ち、国民は自分らしく生き生きと生活ができる。 社会全体が多様化を認め合い、真のバリアフリーの環境を整備すること、これが立派なオリンピックへの私は準備だと思います。国がそれがしっかりと準備をしなければならない役割だと私は考えております。総理、この大切なレガシー、レガシーという言葉が独り歩きをしていること、私、大変危惧をいたしております。私はこのように、レガシーというものを考えておりますが。 総総理理のお考えをお聞かかせいただけますでしょうか安倍内閣総理大臣まあ先ほど、えー、1964年のオリンピックのレガシーについてです、ね、まさに、えーまあ、どういうものが出来上がっていったかという観点からあお話をさせていただいたわけでありますが、まあ、確かに、えー、委員がご指摘のようにです、ね、まあの時、えー、まあ戦争が終わって19年の中にあってです、ね、日本も世界の人々とです、ね、肩を並べるに至ったと。 頑張れば夢が叶うんだということをです、ね、みんなが持ったということは、まあ、その後の日本の発展にとってです、ね、大きく寄与したのではないかと思うわけであります。まあ、あれからずいぶん都市付きを重ねたわけでありますが、その中でさらに日本がです、ね、まさに成熟をし、そして国際貢献も果たしているという中において、そしてまたあ先ほど、インバーサルデザインの話もしたわけでありますが、どんな人々にとってもです、ね、東京はそして日本は住みやすい、魅力的な街だということを示していくことも大変重要ではないかと、このように考えております。 薬師寺道夫君ありがとうございますロンドン大会はパラリンピックを変貌させて、障害者はスーパーヒューマンだと、新しいカテゴリーを確立しました。リオ大会は南アメリカで開催された初めての大会でございました。日本は果たして、どのように歴史に刻まれていくのか、私はそれをしっかり責任を持って実行しなければならない当事者と考えております。<laughs> ぜひこれからも政府を上げてそして国会を上げてオリンピックパラリンピック成功のためにみんなで努力をしていきたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます今日は本当にどうもありがとうございました以上で薬師寺道夫君の質疑は終了いたしました次に和田正宗君の質疑を行います委員長和田 失礼しましまた。和田政宗君日本の和田政宗です今日で東日本大震災から5年7ヶ月ですまず復興について聞きます被災した中小企業に対し日本政策金融公庫が融資をする東日本大震災復興特別貸付がありますが最長5年の数世お期間が終わって元本の返済が始まった企業が次々に出ています しかしながらすでに工場を再建した企業がある一方、被災地の復興まちづくりはまだ道半ばで、これから本格的に工場や水産加工場を再建する企業もあります。通常であれば5年経ったのだから予定通り利息だけでなく元本も返済を始めるのは当たり前だとなるかもしれませんが、このように被災地の中小企業は厳しい環境に置かれている現実があります。こうした被災中小企業の経営状況を政府は把握しているのかどうか。 さらに資金繰りが厳しくなっている場合の対応はどのようにしていくのかお答えください世耕経済産業大臣お答えいたしますあの今和田委員御指摘の特別貸付はこれ平成23年の制度発足から今年の8月末時点で集計しますと29万4000件約6兆円の ご利用いただいている被災した事業者やその取引先の資金ニーズに貢献をしてきております。で、今、この被災事業者の経営状況について把握をしているのかというお話でありました、これは決算書の分析や事業者のヒアリング、あるいは現場に経産省の職員もですね、各地に行っておりますので、そういったものからの報告などを通じてですね、把握をしているところです。で、一方で、今、ご指摘のようなご心配ですねあの、やはりこれからもまだいろんな状況が起こるかもしれないというようなときにはですね、 規制置き期間の終了後であってもです、ね、主要の例えば取引先の復旧の遅れによって、当初の計画通りの売り上げが確保できないとか、あるいは事業を再開したんだけれども、風評によってやはり売り上げが思ったより伸びないというような事業者、こういった事業者が資金繰りが厳しい場合には、貸し付け条件変更への柔軟な対応など、あるいは必要な追加資金の融資などですね、柔軟に対応してまいりたいというふうに思っております委員長和田正宗君。 あの答弁ありがとうございますぜひ丁寧な対応をお願いしたいというふうに思います次に被災地の傍聴点について聞きます総理が傍聴点の高さなどについては地元自治体と住民がよく相談をして決めるべきだと柔軟な姿勢を示してくださったことから最近になり傍聴点の高さが下がるところが出てきました また、かさ上げした道路ののり面を傍聴堤とすることで、観光業の要である砂浜を残すことができた地区など、住民が練り上げた案に対し、国土交通省などが理解を示したことにより、住民が納得して建設について妥結する地区も出てまいりました。 そこでお聞きをしたいのは、防潮堤の建設にあたり、震災後の地盤流起分をどうするのかという点です。国土地理院は今、震災後の地盤流起について、再測量をしており、自治体の中には地盤流起分を差し引いて、防潮堤の高さを設定する動きが見られます。 これは非常に良いことであるというふうに思いますけれども、もし地盤が隆起した箇所に当初の計画通りの高さで建設すると、防潮堤は当初計画よりもさらに高くなってしまうわけです。国としてどのように対処すべきと考えるかどうか、えー、ご答弁をお願いします石井国土交通大臣。東日本大震災の被災地では、地震直後に地盤が 大きく沈下をいたしました、最大で1メーター超えております。そこで平成23年10月に国土地理院が水準点の回答を行ったところであります。その後、沿岸部で地盤が隆起し、その程度が大きくなったことから、まあ、これは最大で約30センチ程度でございますが、国土地理院では今年度、東北地方太平洋沿岸部の水準測量を行いまして、 来年2月末に水準点成果を公表すする予定でございますこの予定につきましては、すでに岩手、宮城、福島の3県に対して周知をしておりまして、水準点が改定されたときには、海岸管理者である県などは、すべての防潮堤の工事に適用される各県の設計基準などにおいて、水準点の成果を新たなものに変更して対応する方針と聞いております。 なお、それぞれの事業につきましては、その進捗状況に応じまして、背後のまちづくりなどの関連事業との調整ができるかどうか、また見直しに伴う工期やコストの削増減などを踏まえて、海岸管理者である県などが適切に判断するものと考えております。いずれにいたしましても、国土交通省といたしましては、海岸管理者である県などに丁寧に対応していただきまして、 合意が得られた地域について、速やかに傍聴点の復旧が進むよう、最大限の支援を行ってまいります和田政宗君。これにつきましても、ご答弁にありましたように、丁寧に対応をお願いしたいというふうに思います。次に、大学生に対する給付型奨学金の創設について聞きます。 これは安倍政権になってから大きく動き出したもので、子どもたちの期待が高く、実現されれば画期的なことであるというふうに思います。総理ののこれままでの演説や答弁によりますと 来年度予算の編成過程でしっかりと制度設計をし、実現をするということですが、期待が高いだけに、その対象者がどうなるのかということをよく聞かれます。住民税非課税世帯など、年収制限はどこまでになるのか、また成績基準を設けるのか、学校推薦も良しとするのかなど、対象者についてはどのような議論になっているのかをまずお聞きしたいのと、給付型奨学金実現に向けての総理の決意を改めてお聞きします。安倍内閣総理大臣 子どもたちの未来がです、ね、家庭の経済事情によって左右されてはならないと、このように考えております。まあ、その中で、給付型奨学金についてはです、ね、経済的理由により、進学を断念せざるを得ないものの、進学を後押しする観点や、進学に向けた学生等の努力を促すといった観点から、文部科学省を中心に具体的な検討を進めているところでございます。いずれにしても 平成29年度予算編成過程を通じて、制度内容について結論を得て、そして実現していく考えであります和田正成君。これからということでございますけれども、貧富の差が教育の格差になってはならない、これは私の思いでもありますし、総理の思いでもあるというふうに思いますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います次にに二重国籍についてお聞きをします。 昭和59年の国籍法改正によって、所定の要件を満たす者は法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得できる制度が新設されました。しかし、気をつけなくてはならないのは、この手続きでは、日本国籍を取得しただけにすぎず、二重国籍状態が発生します。国籍法によれば、20歳に達する以前に重国籍、すなわち二重国籍となった場合は、22歳に達するまでに国籍選択を、20歳に達した後に重国籍となった場合には、 重国籍となったときから2年以内に国籍選択をする必要がありますこの国籍の選択をする必要があるのはどういった理由からなのか法務大臣ご答弁願います金田法務大臣お答えをいたします、えー、重国籍者は同時に2以上の国家に所属することからですね 各国のその社に対する外交保護権の衝突等によってです、ね、国際的摩擦が生じる恐れがある場合、あるいはその者のが所属する各国から課せられる義務や求められる対応が衝突する恐れがある場合などがあります、えー、極めて高度な国益に関する判断をする社については、なおさらとも考えられます。 さらに各国が重国籍者については、それぞれ自国民として身分関係を管理をする結果、重婚が生ずる恐れがあるといった、その身分関係に混乱が生じる恐れもあります。そのために我が国の国籍法は、重国籍の解消のために国籍選択制度を設けているところであります和田政宗君。 あのご答弁のとおり、外交保護権が衝突することなどにより、国際的摩擦が生じる恐れがある、すなわち二重国籍であった場合に、どちらの国に属しているのか定かでないということで、揉める可能性があるということですで。例えば国会議員になろうとする者は、こうしたことに気をつけなくてはならないわけです。二重国籍となった方の中には、うっかり手続きを忘れていた、法律についてよく知らなかった。 これはまあ本来まずいわけですけれども、そういった方はいるというふうに思います。しかしながら、国会議員に立候補する場合には、外交上の問題も生じるかもしれない。日本国や国民のために働くのだから、念のため二重国籍が解消されているのか、国籍選択をしているのか、確認をするというふうに思います。えー、国会議員の立候補届出時には、戸籍も提出するわけですけれども、日本国籍の選択を行った場合に、戸籍に明記されると認識しておりますが、それでよろしいでしょうか。 法務省小川秀樹民事局長お答えいたします国籍法上、日本の国籍を選択する方法といたしましては、外国の国籍を離脱する方法と、日本の国籍を選択し、かつ外国の国籍を放棄する旨の宣言をする方法がございます。外国の国籍を離脱し、外国国籍喪失届がされた場合には、戸籍に外国国籍喪失の届出がされた旨などが記載されることになります。また、日本の国籍を選択し、国籍選択届がされた場合には、 戸籍に国籍選択の届出がされた旨などが記載されることになります以上でございます時間ですので国籍選択については戸籍の該当部分を公開すれば容易に結論が得られるわけだということがわかりました以上で終わります以上で和田政宗君の質疑は終了いたしましたこれにて 内政外交の諸問題等に関する集中審議は終了いたしました。速記を止めてください これより締めくくり質疑に入ります白信君君民進党の白信君でございます えまず、塩崎大臣にお聞きいたします、太平洋戦争中の戦没者で身元不明の遺骨の DNA 鑑定について質問したいと思うんですけれども、まあ、去年、厚生労働委員会で私の質問に対して、DNA 鑑定の対象を拡大する方針を明らかにされました、まあ、さらにその後、いわゆる遺骨収集推進法が施行され、今後より拍車をかけていかなければならないと思っているんですけれども、今の現状について、遺骨の d n a 鑑定の現在の状況について、ご説明願いたいと思います。 塩崎厚生労働大臣あの戦没者のご遺骨の DNA 鑑定については、あの先生の方からあ繰り返しご,ご質問をいただいておるわけでございます。ご遺族の高齢化、あるいは国会でのそうしたご議論を踏まえて、えー、ご遺骨の DNA のデータベース化、それから DNA 鑑定の対象範囲の拡大、これを進めているところでございます。 来あの本年の4月からは、お1人のご遺骨であることが識別ができて、かつ DNA のデータを抽出することができる場合、これについてはすべてのデータベース化を行うということにしているところでございます。また、DNA 鑑定の対象範囲につきましては、これまでは遺留品があった場合のみが対象だったわけでありますけれども、この4月から、今年の4月から、遺留品がなくても、 舞台記録などが残っておって、ある程度、戦没者が特定できるという場合も対象としようということに変えたところでございます。で現在、これに該当する沖縄県の4地域、真壁、高知、平川、京塚、この4地域のご遺骨につきましては、試行的に DNA 鑑定を進めているところでございます。まあ、このの結果をです、ね、本年中に取りまとめてその後 その結果を踏まえて、他の地域での実施をどうするのかということを決めていきたいというふうに考えております。 白信君君どんどんこれで進めていただきたいというふうに思うんですね、であの菅官房長官もあの去年の私の,あの質問の翌日、記者会見で、遺品がなくてもご遺族に DNA 鑑定を呼びかけて、気持ちに応えるのが政府の役割だと表明したことは、私、ほいよっかいしてるんですよ。でえー、ただ、ここでいう、まあ、ご遺族というのは、一般的には、まあ、日本人を指すものだというふうには思いますけれども、そうは言っても当時と、えー、当然ですね、朝鮮半島からの軍人、軍属もいらっしゃったし、場合によってはアメリカの兵隊さんの遺骨が発掘される場合もあるかもしれません。私はこののような方々のご遺族に 対しても気持ちに応える、まあ、そういったことをできる限り遺骨をご遺族のもとに返すのは政府の役割だとも思いますけれども、大臣、どうでしょうか塩崎厚労働大臣あのご指摘のとおり、先の,の大戦で、多くの方々が祖国を思いながら、えー、あの愛する家族を案じつつ、この苛烈な戦闘で、えー、倒れ、そしてまた、まあ、戦後、遠い異国の地で亡くなられた。 方々がたくさんおられるわけでございます未だ期間を果たされていない戦没者のご遺骨につきましては、一日でも早く当然、ふるさとに戻っていただけるようにする、これがあの大変大事だというふうに我々も思っているところがありまして、今後とも DNA 鑑定を積極的に進めることなどを通じて、ご遺骨を一柱でも多くご遺,ご遺族の皆様方にお戻しをするということが、 大変大事だと思いますので、全力を挙げてまいりたいというふうに考えております白新君君あの。私が聞いているのは、韓国やアメリカの兵隊さんのそういったご遺骨についてはどうなんでしょうかということなんですけど。塩崎厚労大臣あの今、朝鮮半島のことについてのご質問をいただきましたが、まあ、一時的にあの出身国の政府が責任を持って、 対応を検討すべきものでありまして、仮にまあ韓国政府などから具体的な提案があれば、適切にこれは検討すべきものというふうに考えておるところでございます。 白信君,君総理にお聞きいたします、戦後70年を過ぎてです、ね、まあ、兵隊さんのご両親はもうほとんどいらっしゃらないかもしれませんけれども、多くの兄弟や子どもさんたち、ご遺骨が帰ってくるのを待ち望んでらっしゃるわけですね、えー、ぜひ遺骨の収集と DNA 鑑定、さらには海外にもできる限り声をかけていく、まあ、そういう形で作業を加速化させてもらいたいと思うんですけれども、えー、総理のご決意をお聞かせください。安倍内閣総理大臣 <laughs> 先ほど大選のですね ご英霊のご遺骨の期間についてはです、ね、先ほど松崎大臣からも答弁させていただきましたように、最新の知見もです、ね、活用しながら、一日でも早くです、ね、ご機還いただけるように全力を尽くしていきたいと、このように考えております。白信 次に農水大臣にお聞きいたします外国産米の不透明な取引をめぐり、先日、農水省から輸入米に関する調査結果が公表されたわけですけどそこで質問は、ですね政府のこの業者の調整金について、国産米800万トンのうちの SBS 米は10万トン、だから国,産国内の米価格には影響を及ぼさないということだったんですけれども、これ、いわゆる雑銘柄ですね、と言われる国内米は何万トンあるんでしょうか金沢政策統括官。 お答え申し上げます。国内に流通している産地銘柄たくさんございまして。いわゆるご指摘の雑銘柄というような定義はございませんが。ご質問の趣旨がレストラン、あるいはお弁当屋さんのように、中食外食で使用される。いわゆる業務や業務用米というご趣旨であれば、おおむね二三、二二百万トンから三百万トンというふうに象徴しております。白心君んくん。そうそう、大事ですね。やっぱりこれね、八百万トンという比べるのはおかしいんですよ。 コシヒカリかなんとかとか、そういう銘柄前ではなくてね、今言ったような200万トン、300万トンの中の10万トンならば、当然これは、ね、価格に影響を及ぼすんじゃないんでしょうか山本農林水産大臣。あくまでも、この SBS 前にかかわらず、外米、あるいは国内産米、この価格におきましては、 品質および需給、その2つの要因で価格が決定されるメカニズムになっております。で、業務用の前の流通量が200から300万トン、いや、300万トン、300万トンであるわけでございますけれども、この点におきましても、SBS 前がそこに割合として1%以上に関わってまいりましても、 従来の考え方からや、従来の経過からし、また実際の価格を検証してみますと、国内産米に収束をしているという事実が明らかでございます。その意味におきましては、国内産米の収束前800万トンに応じて、この SBS もこの価格決定がなされているということが言えようかと思っております白新君君。 山本納水大臣委員長、えー、この輸入米に関する調査結果というものをご覧いただきますと、4ページ目に卸の調査結果、あ並びに、えー、中食、外食の調査結果が6ページ目に記載されております。えー、この人たちは 公表するということを量としている方々でございますが、それ以外の方々からも、同様の趣旨の調査結果を得ているところでございます白晋君君。いや、大臣ね、公表してるの、量としてるのは大丈夫なんです後ろめたくないからなんですよ、要は公表してない人たちをどうやって調査するか、そこに本質があるんじゃないんでしょうか山本農水大臣。<laughs> まず、卸から中食、外食へ渡る価格について、これを明確に一つ一つ調べろというご要請は、十分我々も理解しているところでございます。しかし、激しい競争の中にあり、しかも数社に限定されたこの中食、外食の 業界では、えー、この味という面、あるいは価格という面、この2つにおける、もし何らかの風評被害等あれば、大変なことになります、そうした意味で、大変神経質な情報を提供してもらうわけでございまして、我々といたしましても、この任意の調査から出るものではありません。 食料法等の法に違反していない以上、SBS 入札の合法的な契約終了後の話でございまして、その情報を取るときに、ヒアリング、あるいは調査するときにおきましては、任意であります、その意味において、民民の関係の企業情報を得るということの難しさもご理解いただきたいというように思っております。 白信君,君あそうすると、公表を拒否している人もいるってことですか山本農水大臣。必ずしも公表をしてもらいたくないと、こう考えている人がいるということでございます。白信君,君えということは、やっぱりこれ、価格に影響するかどうか、完全に調べたことにはならないんじゃないでしょうか山本農水大臣。できる限りの調査を 国会の要請に基づいてなしたわけでございまして、これ以上を調査するには、何らかの強制力がいるという判断でございます白信君とつまり限界があるわけですから、それでその価格に影響がないということは絶対言えないと思うんですけどどうでしょうか山本農水大臣。価格はあくまで品質と需給のバランスによって決まっておりまして。 私ども、国内産米価と SBS 前の輸入量の検証におきましても、平成26年3前の SBS 前の輸入量が10万トンの枠に対して1.2万トンしかなかった、その背景には国内産価格が非常に安い場合であったということが言えようかと思いますので、その意味において、 我々はこの SBS 前の調整金が、そうした大きなマーケットで価格形成されるものに影響しているとは思えないわけでございます。さらに、月次で公表している国内3枚価格について見てみますと、入札、SBS 前入札の前後でのこの価格にも影響がしていないということをもっても、 明らかに調整金の存在と価格については影響がないというように思っております白信軍軍それは限られた人たちのヒアリングだけじゃないですか、それも拒否された人もいるという中では、これ、本当に当てにならないというふうに思いますけれども、時間がないので、進みますさて、北朝鮮についてです、最近、ミサイルを立て続けに発射して、その我が国の排他的経済水域に着弾し理我が国に対しても極めて重大な問題があると認識しております。 国際社会において特に北朝鮮を取り巻く各国アメリカ韓国中国そしてロシアが緊密に連携していくことが重要だと思いますその中でまず日露関係について安倍総理にお聞きしていますこの12月にプーチンロシア大統領は訪日されますけれども当然領土問題とともにこの北朝鮮の核とミサイルさらには拉致問題についてもしっかりと話し合いを持つことが重要だと思いますが当然そういう話し合いされるということでよろしいですね安倍内閣総理大臣 プーチン大統領とはです、ね、えー、まあ会談の会談ごとにです、ね、えー、この北朝鮮の問題についてお話をさせていただいておりまして、ウラジオストックにおいても、また、ソチにおいてもお話をして、協力を求めているところでございます。 北君,君北朝鮮の労働者がロシアで相当働いているのはご存じだと思います。この稼ぎの大部分がピンハねされて、金正恩政権の懐に現金が入って、それが回り回ってきミサイルや核開発につながっているのではないかというふうに言われた中で、このような点に関してもしっかりと今後、取り上げるばきだと私は思うんですけれども、安倍総理どううでしょうか安倍内閣総理大臣。あのまあプーチン大統領とのです、ねえー、まあ会談の中におけるまあ詳細のやり取りについてはですね、 また第三国も含む詳細なことについては、ここで詳しく述べるのは控えさせていただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、ロシアの影響力を行使して、北朝鮮のミサイル、あるいは核開発に対して、それを食い止める方向で,ですね行使をしていただきたいということについては、働きかけを行っているところでございます、また拉致問題についてのですね協力もお願いをしているところでございます、はい。 白信君君外務大臣にお聞きいたしますプーチン大統領、山口に来られるわけなんですけれども、せっかく山口まで来るんだったらば、まあ、併、えー、せて広島の原爆公園も立ち寄ってもらうっていうのはどうなのかなと私は思うんですね、えー、大臣は広島選出だし、ぜひ広島を訪問してほしいと、頼んだり、頼んでみたりしたこと、あるいは頼んでみたらどうでしょうか。岸田外務大臣 えと日両両国はえと戦後70年以上経った、今に至っても平和条約を結んでいない、こういった状況については、両国首脳間で異常な状態であるということで一致をしています、そしてこの異常な状態を脱するためには政治の対話が重要であるということで、今年に入りましてからも2度にわたって首脳会談が行われています。そして12月15日ご指摘のようにープチン大統領は まあ日本を訪問することがまあ予定をされています。あのそしてまあそのために私としましてもえっ、ー、と11月中に日露間でえっと貿易経済政府間委員会、えー、これをまあ開催したいと思いますし、えそしてできることでであもし国会日程等が許すのであるならば私自身えっ、ー、とプーチン大統領本日前に。 放浪、えー、させててていいいいいたただいて、えー、準備を進めていきたいと思います、まあ、ぜひしっかりとした政治対話を行いたいと思いますが、具体的な日程、どこで何をあの行うのか、プーチン、そもそも、えー、ロシアの大統領の日程でありますので、えー、とこの意味ある、えー、政治対話を、まあ、実現するために、準備はしっかりしたいと思いますが、具体的な日程は今いまだ何も決まってはおりません。 白信君,君あのただあの、大臣の希望としてどうなのか聞きたいと思います岸田外務大臣、えー。12月15日のプーチン大統領の訪日が。 意義あるものに,に,に,にならなければなりませんそのために準備をしっかりしたいと思います意義ある対話を実現するためにはどうあるべきなのかそういった観点から、えー、日露間でしっかり、えー、協議をし準備を進めたいと思います 白信君君あまりあの、じゃあ、あのちょっと総理に聞きたいと思いますけれども、あの私のせんだったのオバマ大統領の広島ひょ訪問は評価してますよ、でプーチン大統領が広島に訪問すればね、これ、米ロの最高首脳、それぞれ冷戦時代にはいがみ合って、両国最高首脳が唯一の被爆国である日本、さらには日本で核廃絶を、広島で、ね、核廃絶を訴えるととても意味が私はあると思います。こういうことをしていくのが、日本の平和貢献の道であると、役割であるというふうにも思いますが、総理、せっかくだから、広島に寄らないかと提案してみたらどうでしょうか。安倍総理大臣 まずオバマ大統領の広島訪問はです、ね、いわば核兵器を使用した、実際に使用した唯一の国の大統領が、唯一の戦争被爆国の被爆地を訪問するということに大きな意義があったと、このように考えております。それとは別にです、ね、被爆の実相にすべての指導者に触れてもらいたいということは、私も岸田大臣も10代から申し上げているわけであります。一方日露の間にはです、ね、まだ70年経って 平和条約が結ばれていない、なんとかこれを突破していかなきゃいけないということがです、ね、まず日露間においては最優先になるということではないかと思います。いずれにせよ、核兵器のない世界をつくっていくために、これからも力を尽くしていきたいと、このように考えております白新君,君いや、安倍総理の希望としてはどうなんでしょうか、来てもらいたいと思ってますか。安倍総理大臣 あのまあ希望という,いうことにおいてはです、ね、す、ま、べ、あ、ての世界の指導者にです、ねえー、被爆の実相を知っていただきたい、えー、広島、長崎を訪問して被爆の実相に触れていただきたいということは、すでにもうこれまでで、えー、国際社会に向けて述べているところでございます白ここでもう一つ、北朝鮮の核開発について、最近耳にしないのが6者協議なんですね、これ、なんかどうなってるんでしょうか、外務大臣岸田外務大臣。 えー、平和的なこの手段によって、えー、北朝鮮の非核,非核化を,、まあ、を実現するために、あのー、対話という要素、えー、これはの不可欠であると認識をします、そして6者会合について現状どうなっているのかというご質問ですが、あのー、6者会合の枠組み、まあ、自体はこれは有意義な枠組みであると認識をしています。ただ 対そのためにはですね、意義ある対話にするためには、まずは北朝鮮側から非核化に向けたこの前向きなこの言動を示してもらうこと、これが重要であると認識をしています。あのぜひ、北朝鮮側からこうした建設的なこの言動を引き出すために、 関係国ともしっかり連携をしながら、今、現状においては北朝鮮に対しまして、安保理の場においても、新たなこの決議について議論が行われています。また、各国もそれぞれ独自の措置を今、検討しています。しっかりとした圧力をかけることによって、北朝鮮側からこの建設的なこの言動を引き出すよう、努力をしていかなければいけない、このように考えます。 君,君万,が一万が一、もしその北朝鮮側から建設的なそういう言動が出た場合には、六者協議の開催というのもありうるということでございます、ね、岸田外務大臣あの、まあ。家庭の話、家庭のことについて申し上げるのは控えなければなりませんが、まずはこの六者会合、意義ある枠組みだと思いますが、意義ある対話にするためには、非核化に向けた北朝鮮側の前向きな この建設的な言動が必要であると認識をしています。 最近の北朝鮮のミサイルについてちょっと聞きたいんですけど、日本の排他的経済水域にお落ちたミサイルを回収して調査することは、私、大変意義あることだと思ってるんですね、以前、私、国会で,です、ね、これ、平成21年なんですけれども、回収すべきだって、そのとき打ち込まれた北朝鮮のミサイルをしたことがありまして、当時の中曽根外務大臣は、科学技術の技術庁の船舶技術を使って、H2 ロケットの失敗の原因を探るために、2、三0 0 0メートルの深海でかなりの数の部品を引き上げたことがあるとこう答弁されてるんですね。えー、文部科学 大臣この北朝鮮のミサイルの引き上げの可能性、どうでしょうか松野文部科学大臣一般的に海中に落下した物体を回収するためには、船舶による音響探査により、調査海域を絞り込んだ上えで、海中探査機等を用いた詳細調査を行い、落下した物体の正確な場所および形状を特定する必要があります。 日本海に落下した北朝鮮のミサイルを回収するためには、まずは落下したミサイルを発見することが必要であり、発見できるかどうかは海底の凹凸の状況、落下後のミサイルの形状、海流等の要因によって左右されることから、現時点で発見が技術的に可能かどうかを申し上げることは困難でございます白新君君。稲田大臣、これ、検討したことありますか稲田防衛大臣。 委員ご指摘のとおり、弾道ミサイルを回収できれば、その性能や製造技術に関する情報が得られる可能性があります。特に潜水艦発射弾道ミサイルについては、北朝鮮が開発中の最新鋭の弾道ミサイルであり、仮に回収できた場合、有用な情報が得られる可能性があります。他方 先般北朝鮮が発射した弾道ミサイルは、日本海の3000メートルの深海に沈んだものと考えられ、その捜索開始の実現にはさまざまな困難があります。先ほど文科大臣もお答えになったように、弾道ミサイルが分解、変形している可能性、深海であることに加え、海底地形の凹凸により、捜索能力が制約されること、海流の影響等により、捜索範囲の特定困難であること等である。 そうがありますいずれにいたしましても、専門的な検討が必要であり、捜索回収を行う上で、種々の課題も考慮に入れながら、抑止力の観点、技術的な観点から何ができるか関係省庁と連携して検討しているところでございます、はい、白慎郡君,君。その検討の 今申し上げたとおり、関係省庁と連携をしながら、抑止力の観点、技術的な観点から何ができるか、今、連携をして検討しているということでございます。白信君君 あの総理ですね、えー、このミサイルの発射に関して、その脅威が異なる次元に達したと話されたわけでして、日本人の生命にかかる重大な問題である以上、しっかりと技術的な検討をして、できる限り回収して、まあ、ちょうどお手元の資料、おこれ、資料2いかな、ちょっと私もあのこれ、ハングル文字、そのままあの翻訳しないで皆,皆さんにお渡ししちゃって、これ、なんて書いてあるかというと、北朝鮮長距離ミサイル残骸調査結果という、韓国国防部の,あのこれ、報告書です。まあ、こうやっっっててね韓国は潜ってちゃんとと、まあ、ぐらいだったという まあ、あのそれは2000、3000メートルとは全然違うんだけど、でもこうやって一生懸命やってんの、やっぱりね、私はね、こういうことね、厳しい圧力を加えるため、そしてね、その部品が海外から、どこかからのものだったといったら、その国に対する圧力も加えることができるという面で、総理、どうでしょうか、こういったことをしっかりとやっていく、それが抑止力にもなっていくんでは、打ってきたらすぐ拾っちゃう、こういう考え方がいいんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。安倍内閣総理大臣 あの確かにです、ねえー、委員のご指摘のように、また防衛大臣からも答弁させていただいたようにです、ね、SLBM から発射したこの弾道ミサイルの残骸をです、ね、回収すれば、これは非常に大きな意義があると考えております。まあ、しかし、この3000メートルとこれ相当深海である、またさまざまな困難な点がありますが、その重要性というのは我々わ十分に理解をしておりまして、その中で検討しているわけでございまして。これは あまあ、どの程度進捗かということについてはそ、ね、こはちょっとお答えさせていただくのを控えさせていただきたいと思いますが、えー、しっかりと真剣に検討しているところでございます。はい、白新君,君、ぜひねしっかりと検討してもらいたいなと思うんです。そこで防衛大臣、現在ミサイル計議のためイージス艦がまあ日本海にまあどっかいるんだろうと思うんだけども、その配備先っていうかな、このもともとの母港っていうのかな、それはマイズル佐世保でいいですね。稲田防衛大臣。 海上自衛隊のイージス艦については、我が国全域を防護することを任務といたしておりますので、機動的な運用を基本といたしております。特定の港湾に依存して作戦を行うものではありません。その上で、乗員の生活基盤や整備、補給等の後方支援基盤確保の観点から、BMD 対象能力を有するイージス艦今後、懲戒、 については佐世保基地、妙高については舞鶴基地、霧島については横須賀基地を平素停泊するとともに、BMD 対象能力獲得のため、現在、回収を行っているイージス艦、愛宕については舞鶴基地、足柄については佐世保基地を平素停泊する港とすることにしております白新君君これね、どうですか、私もびっくりしたんですが、大宮と基地入ってないんですよね、なんでですか。 防衛省高橋整備計画局長あの先ほど大臣からご答弁いただきましたように、えー、イージス艦につきましては、舞鶴、それから佐世保、横須賀港に提携港としてございます。大港基地につきましては、実は水深が約10メートルでございまして、イージス艦が入港するためには、水深約11メートルが必要だということでございまして、そのとおり、あのえー 大港にはイージス艦は配備されていないということでございます白信君君私も最近知ったんですけど防衛大臣知ってましたかこの事実稲田防衛大臣え今ご指摘の通り大港基地については推進の関係でイージス艦は接岸できませんが弾道ミサイル防衛にまあ支障を及ぼすものではないというふうに考えておりますいやいや はい、知っておりますあここでポイントは大港戸基地なんですけど、ご存じのように下北半島にあるわけですねで、ここには東通原発があるわけです、えー、さらにはこの青森県の東部には六か所村をはじめ、多くの原子力関連施設があるわけですが、えー、ここが事故を起こした場合、避難計画どうなってますでしょうか、原子力防災担当大臣、お願いします。山本国務大臣 東通原発の避難計画について申し上げたいと思います。青森県が本年3月に示した広域避難の基本的な考え方では、陸路での避難に加え、海路避難することを基本といたしております。また、必要に応じて、実動組織や青森県知事等の要請により、大湊港,港が利用可能な場合には、その活用も含めて、住民の避難支援,支援を行うことになっております。青森県のの考ええ方も踏まえつつ東通地域原子力防災協議会の 枠組みのもと関係自治体の避難計画の充実に向けて、関係省庁や関係自治体と一体となって検討を重ねてまいります。 白信君君いや、だからそこなんですね、この,あの地図もありますけれども、この下北半島というのはです、ね、このもう海に逃げるしかなくなる場合もあるわけですよね、それからイージス艦の母港でも、イージス艦もそこに制覇できない、要はね、イージス艦がです、ね、この舞鶴よりも北のところの地域には、イージス艦が入る場所がなくなってるんです、これあの、自衛隊の基地としては。こういったことを考えますとね、これね、どうかなと思うんですね、えー、またあの北極航路。 今後、北極航路においても重要な拠点のあるこの基地ね、防衛大臣、これ、早くいるようにしましょうよどうですか稲田防衛大臣。 弾道ミサイル防衛については、イージス艦とパック3による二重構造の防衛体制を取っているところであります。このうちイージス艦は我が国全域を防護すること,とを任務としておりますので、機動的な運用を基本としており、特定の港湾に依存して作戦を行うものではないことは、先ほど述べましたとおりでございます。 大港基地については、推進の関係でイージス艦は接岸できませんが、先日のとおり、弾道ミサイル防衛には支障を及ぼすものではないというふうに考えておりますん白新軍君いや。違うんです、私が聞いてるのは、今、原発の避難計画においても自衛隊が必要なんですよということを言ってるんじゃないですか、それについても含めて考えてくださいと言ってるんじゃないですか。高橋整備計画局長 <laughs>、えー、東,東通り原発の広域避難につきましては 先ほどのご答弁がございましたように、青森県が陸路での避難に加えまして、海路での避難を合わせて行うというふうな基本的な考え方を示されております。え自衛隊等の実用組織が、青森県知事等のご要請に基づきまして、住民避難を支援するにあたって、お港区を活用するという場合には、海上自衛隊のご指摘のように、イージス艦、それから大型のヘリコプター搭載護衛艦はあ活用することはできませんが、他の護衛艦、約40隻ございます他の護衛艦、あるいは大型の輸送艦、 大隅霜北、国崎でございますが、このような輸送艦が大港港には接岸できるという状況でございますので、直ちに春節する必要があるというふうには現在考えておりません。以上でございます、はい、白信君,君 いや私は逆にですね、今あのこう、あの防衛省ね、今、高橋さんおっしゃってるんだけどもね、厳しさをます安全環境、保障環境に対応し、またさまざま災害に対処することにより、自衛隊による活動が増加傾向にあることから、警戒監視体制の強化、迅速な展開、対処能力の向上、電動ミサイルの攻撃への対応等、自衛隊の安定的運用体制を迅速に強化するために必要な経費を確保というのは今回の補正予算ですよ。 ね、そういったものからすればね、これ、私も大港っていうのはね、しっかりとしたね、やっぱりね、やった方がいいです、ほっといた方がいいじゃないですか、なんでそれ、を掘りたくない、掘りたくないっていうのはよく分かんないんですけどね、防衛大臣、どうですか、あ総理で,もいいですよ安倍総理大臣あの、まえ。急なご指名でございますが、ただいまですね、すでに大臣からお答えをさせていただきますように。 えーまあ、ミサイル防衛、えー、上ですね、えー、それは支、ま、障、あ、ないということと、あとまた避難についてはです、ね、これはの他の艦艇が入港できるということでありますが、えーまあ、確かにです、ねえー、委員が言われたようにです、ね、これ、えー、放っておけばいいじゃないかというお話でございますが、まあ、しかし、まあ、経費がかかるものではございますから、えーまあ、なるべくです、ね、それは、えー、このイージス艦が寄港できる港がです、ねえー、これは多ければ多いほうがいいという、それはお考えだと思いますが。それはあの 一面の真理だろうとは思うわけでありますが、これはまた春節には大きな費用もかかるわけでございまして、そうまあそうしたことをあと実際現状にこれはしょうがないということを判断いたしまして、今回のですね補正予算の中には入っていないということでございます。白新君くん、じゃ今後は検討されるということでしょうか。安倍総理大臣、あのまあまあさまざまな予算はそうなんですが、それは確かにですね、これはまあ十分な予算があれば。 <laughs> やっていいきたいと、まあこうまあ、例えば防衛省や、例えばも考えているだろうと思いますが、しかし全体の中で,です、ね、どれを優先していかなければいけないということは、常に課題なんだろうと、まあ、このように思っております。 白信君さんしっかりと対応してもらいたいと思います、ここで北朝鮮のストックホルム合意についてお聞きいたします、加藤大臣、えー、合意してからすでに約2年、4か月、何も進展ないわけですけれども、加藤担当大臣、今度は働き方大臣を今度、始められちゃったわけですよね、まあ、いろいろなこの大臣のお役を引き受けされてるんですけど、まあ、もちろん優秀だからだと思うんですけど、でも人間みんな24時間なんですよ、えー、で私はね、大臣の,働き,かけの働き方が心配になっちゃうんです、これ、ね、<laughs> 大臣自らと働き方改革を、ね、した方がいいような気がするんです、どうでしょうか、これ。加藤 国務大臣。あの大変ご心配いただきまして、ありがとうございます。あの、もう。常に申し上げておりますように、拉致問題は安倍内閣の最重要課題であり、最優先で取るべき課題だというふうに考えております。そして残念ながら、このストックホルム合意できてから2年以上経ちますけれども。 拉致被害者の方の帰国に向けての道筋すら見えてこない、本当に遺憾な状況であり、また拉致以外ですね、大変な年月が経っている、その中で被害者の方、そして家族の方々もご年齢を重ねられてです、ね、もう一刻も猶予ならない、この気持ちはこの切迫した。 この気持ち私も共有させてていいただいております、まあ、そういう意味で、まあ、もちろん他にもいろいろ仕事をさせていただいておりますけれども、まあ、できる限りそうした皆さんとそしてこの問題に関心を持っている国民の皆さんともその思いを共有したいということでできる限り国民最終集会さまざまな集会出させていただいたりまた今週の終わりにも夜なゴで開かれる 拉致問題の早期解決を願う国民の集い員、米子にも参加させていただく、まあ、こういったことも通じながらです、ね、ご家族の方々と寄り添いつつ、この問題の一、ね、日も早い解決に向けてです、ね、全力で取り組んでいきたいと、こういうふうに思っております白信君君。まあそういったってです、ね、最優先課題が本当に多いんですよ。ですからね、そのうちの,この加藤大臣、どれが最優先なんですか加藤拉致問題担当大臣。 あの先ほど申しましたように、この拉致問題は安倍内閣の最優先課題ということで位置づけられているわけでありますので、そういった課題にしっかりと対応できるように取り組んでいきたいと思っております。 白君、ね、この間、まあ、特別調査委員会でも報告は全くありません、まあ、そろそろ新たな段階に私、入る必要,性をかん、えー、必要性があるんじゃないかと思うんですね。一度です、ね、合意を破棄して、ね、国際社会に人権問題として、北朝鮮の誠意のなさを強く訴えて、まあ、国際刑事裁判所に訴追の手続きをもうそろそろ取るべきなんじゃないんでしょうか、あ韓国の KBS で、えー、一昨日だからか、イギリスの議員が強い調子で北朝鮮人権状況に非難しました、えー、さらにはまた韓国も昨日ですね、北朝鮮人権従事の記録保存書を、まあ、設立していると。 いうことで、えー、ICC に近く訴える検討もしていると、国際的な圧力、相当かけていかなきゃいけない、人権問題について、ICC についての付託とか、そういったことはどうでしょうか、考えてますか岸田外務大臣、えー、まず、ストックホルム合意に基づいて、まあ、調査が開始されてから2年以上経った、今に至っても、 拉致被害者の方々の帰国が実現していないということ、このことはあの、えー、痛恨の極みであります。ただ、えー、拉致被害者の方々全員の帰国を実現するこうしたあの目的のためには対話という要素これは不可欠であるとともに認識しています。よって、我が国が側が側からストックホルム合意を破棄するということは考えておりません。あのー、そして、えー、この意味ある対話。 対話のための対話でない対話を実現するためにも、今、しっかりとした国際社会との連携に基づいた圧力をかけなきていかなければならない、このように考えます。あのえー、この今、対話と圧力、行動対行動のもと引き続き諸懸案を包括的に解決するべく、努力をしていかなければならない、このように思っています。 そして、えーとまあ、国際的なこの司法のこの枠組みを活用したらどうか、こういった今、あのあのご指摘がありました。これは、えー、と日本と EU がまあ共同して提出している、この国連における決議の中にも、まあ、そういったこの考え方がまああの示されているわけです。まあ、ただ まあこうしたあの枠組みを使うということになりますと、この国連安保理憲章7章に基づくこの安保理の取り組み等が必要になってくるとか、あの具体的なこの手続きが必要になってきます、よあのすなわち、これ、国際社会と連携しなければ、まあ、こういったことは行うことができません。引き続き続まましてまず、えー 北朝鮮側から前向きな行動を引き出すために、最も効果的な対応はなんなのか、最も効果的な圧力はなんなのか、これを国際社会としっかり連携をしながら、議論を進めていくことが重要であると認識をいたします白慎君君。総理、どうでしょうか、やっぱり ICC、出すべきなんじゃないでしょうか安倍総理大臣あの。これはもう、白銀がご承知のように、北朝鮮は ICC の中に入っておりますので。 この,この入っていない北朝鮮に対してです、ね、締約国ではない北朝鮮の事態を国連憲章第7章の規定に基づいて行動する安保理が ICC に付託する場合には、この ICC は管轄権を行使することができるわけでありますが、問題はこの安保理の中にです、ね、この拒否権を発動する国があったらです、ね、残念ながらそれはできないという中において、日本も今、 非常に理事国ではありますが、安保理の一員ではございますので、その中でさまざまな形で努力をしているわけでございますが、実際に拒否権を使われたらこれは、これはできないという中においてです、ね、なかなか難しいわけでございますが、この北朝鮮の事態の ICC n の付託の検討はです、ね、検討等を通じてです、ね、安保理が適切な行動を取るように促しているところでございます。白信君君 やはり日本がもっと主導権を出すべきなんじゃないかと思うんですよね、拉致問題もあるわけですから、その辺どうでしょうか、見えないんです安倍総理大臣。 あのもちろん私はです、ね、例えば先般9月の国連総会における演説においても、北朝鮮の問題について、時間を割いて申し上げたところでございますし、もちろん拉致問題についても言及したわけでございますし、私は大体行っているすべての首脳会談において、日本の拉致問題の主張に対する理解と支持を求めているところでございますし、北朝鮮の人権状況について、厳しく非難も。 国際社会に向けて、日本がいわばリーダーシップを取ってしているわけでございますが、この ICC の活用等についても、これは我々としてはもちろん積極的に行っていきたいと考えておりますが、しかし、この安保理の中において,おいては、規約上、今申し上げた仕組みになっておりますので、この仕組みの中において、しかし、日米、そして日本に対して理解を持っている国々とですね、 協力しながら北朝鮮に圧力をかけていきたい、そういう方向に持っていきたいと、このように考えております、はい、白新君君。やっぱりこれ、日露の首脳会談でも取り上げるべきだと思いますが、どうでしょうか安倍総理大臣あの、まあロ。ロシアについてはです、ね、対しましてはあ、まあ、再三、この北朝鮮の問題について、さ、えー、まざ、あ、まなあの話はさせていただいているというところでございます。はい、白信君君 稲田大臣にお聞きします政府が今回の集団的自衛権の行使への解釈変更が合憲であるという唯一の法的根拠は昭和47年見解だということでございますが、ここであくまで外国の暴力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという窮迫性の事態に対しということですが、ここのポインとは我が国に対する外国の暴力攻撃というふうにしか私、取れないんですけれども、大臣、どうでしょうか。稲田防衛大臣 昭和47年見解の基本的な論理は、憲法9条の下でも、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるという900不正の事態に対する、そする場合、例外的に自衛のための武力の行使が許されるというものであります。昭和47年に政府見解を示したときには、 当時の安全保障環境に照らして、基本的な論理に当てはまる場合としては、今、委員がご指摘のように、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるというのが、当時の事実認識であったことも事実です。平和安全法制では、昭和47年見解の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはめる場合として、 我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきた従前の事実認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、 自および幸福追求の権利が根底から覆される、明白な危険がある場合も、これに当てはまるとしたものであります、このように昭和47年の基本的論理は全く変わっておりませんし、また唯一の最高裁である綱川判決の考え方と、木をいつにするものでございます。白信君君い 稲田防衛大臣。当時は、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に考えられるというのは当時の事実認識でございます。しかしかなながら基本的な論理に 基本的な論理という意味に当てはまる場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとされてきた従前の事実認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある、このことも基本的論理に当てはまるというふうに思います。 文書の中でどこにそれが書いてあるか聞いてるんですよ安倍内閣総理大臣。まあこの昭和47年の見解を、我々はこれこの3つに分解して理解をしているわけでありますが、第一のこのパラグラフのところにおいてはですね、 この憲法19条においてはです、ね、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることはを禁じているということとは到底、返されないということが書いてあります、そしてその次にです、ね、その次に、まあ、しかしだからといって、平和主義をその基本原理とする憲法が、みきにいう自衛のための措置を無制限に認めるとは返されないのであって、それはあくまで、 あくまででですあくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から記載されるという、旧薄性の事態であると、まあ、そこに限られるということを述べているわけであって、そして3番目に、ですね集団的自衛権の行使は許されないと、こうきているわけでありますが、ですから最初の 基本論理は最初に述べた1、2でございまして、1はつまり、必要な自衛の措置を取れるということが述べてあります、しかし、必要な自衛の措置というのは、これはあ、えー、無制限ではない、その制限されるところはです、ね、これあくまで外国の武力攻撃によって等々と、先ほど述べたとおりでございまして、これをです、ね、これから導き出される結論について、それを我が国に対する武力攻撃と。 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃というふうに当てはめを行ったところでございます白信君君いや昭和四十七年見解の時の吉国長官がこう答弁してますよ他国の防衛までをやるということはどうしても憲法九条以下に読んでも読み切れないって言ってるわけですよ当時の人たちがそう言ってるのになんで読み切れちゃうわけですか安倍内閣総理大臣それはあの、えー、これも再三ここで議論していることありますが当時はですね 当時はまさに、例えば近隣国の北朝鮮がです、ね、弾道ミサイル、そして弾道ミサイルに載せる核弾頭をです、ね、保持をしていない時代であります。そしてそれに対して、ミサイル防衛によって、日米の協力によってそれを迎撃でき,るできるという技術もないわけであります。つまり、この日米の同盟の絆によって、それを迎撃し、日本人のまさに生命、自由及び幸福追求の権利を守れる。 またそれでなければ守れないという状況が整棄しつつある中において、今、この基本論理の中の2つ目の論理の中における外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び交付、通級の権利が根底から覆されるという旧薄性の事態において、これは、 集団的自衛権の、こういう中においてあれば、集団的自衛権の行使は今言ったようなことを,を用いなければ対応できないのであればです、ね、それは当然、それは当てはまるというふうに我々は考えたところでございます。 白君君あの私、実は稲田大臣とやろうと思ったら、どんどん総理がしゃべってくれるわけでして、私、稲田大臣の認識を聞こうと思ってるのに、総理が一生懸命しゃべってくれるっていう、この逆なんだよな、普通は大体、総理が聞くと大体大臣が答えるっていうのは普通なんですけど、まあ、そういう面で本当に思うんですが、今のね、総理の話、ちょっと、まあ、稲田大臣もよく聞いてくださいよ、今こう言ってるんです、吉国長官は、我が国に対する侵略が発生し、初めて自衛のための措置を取りえるのだということかして、集団的自衛のための行動は取れないと、これは私、政治論として申し上げ 上げてているるんんじゃなななだだとと憲憲法法法条の法律的な憲法的な解釈だと言ってるんですねつまり、今、総理がおっしゃったように、周辺が環境が変わったとか、当時とは違うんだ、それはそうでしょう、しかしそれは政治論であって、その憲法9条と憲法,憲法9条の法律的な憲法的な解釈としての考え方は私は違うというふうに思います、それについてどうでしょうか防衛大臣稲田防衛大臣。 憲法9条の解釈として、自衛権は我が国に対する旧迫不正の侵害があって、他に取るべき手段がなくて、必要最小限度です。これは砂川判決のの唯一の 最高裁判決であるあの砂川判決の理論です。それがそのまま昭和47年の基本的な論理になっていて、それをお今回のお変更で変えるものではないということで、全くそれは法律論として変えるも、変えているものではないということでございます。白新君、あの私の質問に答えていませんよ。もう一回答えてください。 安倍,安倍総理大臣つまり、砂川判決においてはです、ね、必要な自衛,の自衛のための措置とは何かということについては、これはまさにあの行政府、そして国会にです、ね、ある意味、委ねられているわけでございます。その中においてです、ね、47年見解においては、年見解においてはです、ね、今申し上げた論理に従ってです、ね、当てはめにおいて、手段的自衛権の行使は行われないと、こういうふうに述べている場合ってありますが、この2番目のですね、 基本論理のところで,です、ね、基本論理のところにおいてです、ね、い、えー、わばあ、えー、外国の、まさに我が国のに対する攻撃ということを限定しているわけではないわけでありまして、あくまで,あくまで外国の武力攻撃によって、国民の生命、GO 及び幸福追求の権利が根底から覆されるという中学性の事態に対して、どのように対していくかということについて、当てはめにおいてです、ね、集団的自衛権の行使は行われないということが言われているわけでございました。 政治論えということではなくて、まさにどのように解釈をしていくか、えー、まさにこれは国民の生命,、えー生命えー、そして自由及び幸福追求の権利が根底から覆される事態とは、どのような事態かということについてです、ね、われわれは常に考えていかなければならないと、こういうことではないかと、このように思いまハクシン君いやですからそう当時は集団的自衛権あ、できませんよって言ってて、やっぱりこれ、政治論なんですよ。 ね、政治論でそういうふうになったというのは、私、本当にこれは違憲だと思いますよ。まあ、そういう中で稲田大臣をお聞きします。政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器の使用は、憲法上できますか稲田防衛大臣 <laughs> え。我が国はいわゆる非核三原則により、憲法上は、 保有することを禁じられていないものを含め、政策上の方針として、一切の核兵器を保有しないという原則を堅持をいたしております。原子力基本法および条約により、我が国は一切の核兵器を保有しえないこととしております。従来から政府は憲法9条と核兵器との関係についての準法理的な問題として、我が国には固有の自衛権があり、自衛のための 必要最小限度の実力を保持することは、憲法9条第2項によっても禁止されるわけではなく、核兵器であったとしても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有することは必ずしも憲法の禁止するところではないが、右の限度を超える核兵器の保有は憲法上許されないものであり、このことは核兵器の使用についても妥当するとの理解をしております。 平和安全法制が施行された後も、この法理上の考え方に変更はないものと考えております、はい、白信君,君あの8月5日の大臣の記者会見、こう言ってるんですよ、大臣は、憲法上、どういった兵器、必要最小限度がどのような兵器であることに限定がないと言ったんですよ、ね、今の答弁と違いますよ、どっちですか。稲田防衛大臣 今の答弁と異なるところはないと考えます。白新君後で皆さんと議事録を見てくださいで、これは、つまりそうしますと、ですねその必要最小限度という限った中で、尖閣諸島でも核兵器の使用はできるということですか官法上は安倍総理大臣。 あのこれはですねその法律上を持てるということで,で、実際、政策的な選択肢ということでどうかということでありますが、今、具体的な地理の方地理名を出されましたが、それについては仮定のついてはお話はできませんが、しかし、政策的には今、 稲田大臣から答弁をさせていただきましたようにです、ね、日本は NPT に加盟をしておりますし、そして CTBT にも加盟をしているわけでございまして、いわば法律的にですね、一切核兵器の保持も使用もできないといいうことでございます白信軍君大臣はこの核兵器について長期的な日本の核保有を国家戦力として検討すべきとの質問をすると、必ず現時点ではとか、今はとかおっしゃいますが、将来どうなんですか。稲田防衛大臣 何度もその対談について質問されております対談政治家の発言はその時の政治情勢等によって発言をするものだというふうに思います御指摘の発言は防衛大臣に就任する前の一政治家として個人的な見解を述べたものであります対談を実施したのは平成23年3月です鳩山幸男民主党代表の最低でも県外国外またトラスト民意また 不安がある、そして、えー、学べば学べばほどという無責任な発言に端を発し、えー、普天間あ飛行場の辺野古沖への移設問題をめぐって、迷走自体をこじらしていたときの発言でございます。現在の、いずれにせよ、防衛大臣としての私の考えは次のとおりです。まあ、唯一の戦争被爆国として 我が国は非核三原則を国税として堅持をしております。この考えは全く揺るぎません。 そして核兵器のない世界に向け、強い決意で努力を積み重ねます、それこそが今を生きる私たちの責任、我が国が核兵器を保有することはありえず、保有を検討することもありません。私の考えは、政府の方針と矛盾するものではなく、安倍内閣の一員として、核兵器のない世界の実現に向け、全力で取り組む所存でございます。白信 あのね大臣のその個人的な見解が防衛、持ってる人が防衛大臣になったから問題なんですよ、ね、個人的な見解をなんで聞いちゃいけないんですか、そうおかしいですよ、ね、国会同時人事だってね、過去に雑誌のを見ながら、われわれ見解、その人の見解を見ながら、その人がどうだということを適正を判断するんですよ、もう一回お答えください。稲田防衛大臣 唯一の戦争被爆国として、非核三原則を堅持し、核のない世界に向けて強い決意で努力を積み重ねる決意でございます白信軍君。全然ね、そのデタラベスは撤回する気ありますか、その個人的な見解というのは。稲田防衛大臣。 現在の防衛大臣として、私の立場は、核兵器のない世界に向けて、核兵器のない世界に向けて、非核三原則を堅持し、核なき世界の実現のために全力を尽くす所存でございます。質問 質問を続けてください、白石君、はい。私が聞いてるのはこの個人的見解を撤回する気があるかどうか聞いてるんですよ。稲田防衛大臣。いいまあ政治家としての発言はその時の政治情勢によって。 発発言言すすするるもものののででであありりままたいろんな文脈中先ほどご指摘の発言は、私の野党時代の一政治家としての発言でございます。私の防衛大臣としての見解は、何度も申しますけれども、核兵器のない世界に向けて、強い決意で努力を積み重ねてまいります。 失礼しました稲田防衛大臣。えー、過去の、まあ、政治的な発言でございます、発言の時点においてどうであったかという問題でありますので、この場でその過去の発言を撤回するつもりはありません。そして、えー、私の見解は、先ほど申し上げましたように、核のない世界に目指して全力を尽くしてまいる所存でございます。んいい白信君君 大変なことですよ、今の問題は、撤回する気ないとおっしゃったわけ、そういう中でね、この資料5のところのです、ね、今、これ、赤線引っ張った上のところに稲田さん、こう言っちゃってるんですよ、安倍元首相があるシンポジウムでアメリカの核をシェアして、日本の判断で使うことができるという仕組みを考えるということも、一つの選択肢だと言われたことがありますと、安倍総理はね、これ、安倍総理、そういうふうに言われたんですか安倍内閣総理大臣。まあこれはあの ドイツがそうでありますが、いわばシェアリングという考え方において、米国がです、ね、核兵器を使う際に、いわばドイツも同意をするということにおいてです、ね、共同の責任を負うという形でございます。 つまり、そのことによって抑止力を高めていくということでありますが、えー、まあそのいわば抑止力を高めていく、まあ、高め方についてはです、ね、これは検討,検討をしていく、い、えー、わば研究していく必要があるということは申し上げたことはあるわけでありますこれはまあ,あくまでもです、ね、えー、これはいわば NATO の中において行われていたことがです、ね、どういう意味があったかということについて、えー、抑止力を高めるということについて、研究するということはあるんだろうと。しかしか 他方です、ね、他方それは日本が核を保有する、日本が使用するということとは異なるわけでありまして、あくまでも拡大抑止をより効果的にするためには、どのようなことが必要かということを研究するということについて述べたことはあるわけでありますが、それが非核三原則に抵触す,、ね、する中では当然、それは行えないわけでございます。それはあくまでもいわば研究として申し上げたことはあるわけであります。 白信君君いや、これ大変なことだと思いますよ、まあ、そういう中で資料4です、これ、正論の十四年、平成24年11月以降、韓国は叩けけ、さもなけばつけ上がる、これ、今もそういうふうに思ってらっしゃるんですが、それともこれはタイトルだから違うんでしょうか、稲田大臣お答えください稲田防衛大臣。 このタイトルは編集側がつけたものであります私はこのようなことを思っておりません、はい、白新君君、えー、その文書の中でそもそも韓国は対日本に対しては国際的常識の通用しない国と発言されてますがその認識に変わりはありませんか、はい、稲田防衛大臣 この文脈の中で、えー、韓国の最高裁判決を批判したということでございます。白信君,君だから私は聞いてるのはあ、そもそも国際的常識の通用しない国って言ってるの、これは本当な、そういうふうに思ってらっしゃるかどうか聞いてるんです。稲田防衛大臣 最高裁判決に関しては、私は。常識ではないと、その当時、考え、そのことを言った、それだけでございます。白新君,君。そもそもって言ってるから、聞いてるんですよ。もう一回答え、稲田防衛大臣。 今答弁した通りでございますなお、まあ、その後、韓国との間でこ、ここのテーマになっている違反婦の合意についても、昨年の12月に、不可逆的、最終的な合意が成立して、前向きに北朝鮮のミサイルの脅威やあ、そういった点について、安全保障上、日本と韓国、しっかりと協力をしていかなければならないと思っております。白信君君 あの総理ですね、こういう個人的な見解ね、核兵器は持つべきだ、そもそも韓国は常識のない国だ、えー、さらにはね、子ども手当、全部軍事費にすべきだとか、自分の考え、このように披露にした方が大臣になることに対して、安倍総理、この任命責任者として、どういうふうにお考えですか安倍内閣総理大臣、まあえー。今後も内閣の方針に沿ってです、ね、しっかりと任務を果たしていただきたいと、このように思っております。<laughs> 白信君君、えー、撤回するか あまあ、今、撤回しないとおっしゃったんだ、これ、悲鳴するしかないんじゃないかと思うんです、どうですか安倍総理大臣それは全く考えておりません。 白君君いやもう本当にね、私、あの旧馬大臣という方、皆さんいらっしゃったと思うよ、第一次安倍内閣の時代に原爆投下はしょうがないと言って、これ、やめさせられちゃったんですね、それだけで、ね今回はもうね、そうやってね原爆を持つべきだ、それは昔、私の個人的な考えでなんてね、そういうことをおっしゃってる方がね、やっちゃ、私はこれね、本当に安倍内閣としてね、どうかと思いますよ、本当にね、対外的なマイナスイメージを持たれるということで、私は本当に危惧してるんですよ、まあ、そういう面でね、今後もこれしっかりとやっていきたいと思います。ありがとうございました 以上で、白神君君の質疑は終了いたしました次に、大門三木君の質疑を行います大門美君先日、我が党の小池晃議員が取り上げました、白紙領収書の問題で質問いたします。この問題はマスコミでも大きく取り上げられて、なぜ大臣や国会議員だけが白紙の領収を使っていいのかと。 怒りりの声が広が広っております、えー、国税庁に聞きますけれども、まあ大臣がです、ね、やってるくらいですから、あの何ですか、これからはあれですかね、あの中小企業の社長さんとか、あサラリーマンはですねあの、どんどん白紙の領収をもらって、自分で記入してもいいって国税庁、飯塚次次長。 お答え申し上げます法人税法および所得税法上、一般企業等には適正な申告を確保する観点から、領収書を含む帳簿書類の保存義務が課されております。でこの領収書の要件につきましては、法人税法等上特段の定めはございませんが、一般的に領収書については、金銭の需要といった事実関係が客観的に確認できる内容となっていることが必要である。 具体的には、えー、領収書には宛名や金銭の受領年月日、受領金額などの事実関係が記載されていす必要があると考えているところでございます。大門ミキシ君。ですからまあ、白紙の領収書のやり取りなど世間では通用しないということであります。先日の質疑ではですね各大臣からま言い訳と開き直りの答弁が続きました。しかしそもそも国会議員や大臣なら白紙の領収書を使っていいなど。 法律のどこにも書いておりません改めて聞きますけど総務省政治資金規正法第11条では領収書の要件はどうなってますか総務省大泉自治行政局選挙部長お答え申し上げます政治資金規正法上領収書等とは当該支出の目的金額及び年額 年月日を記載した領収書、その他、出場を称すべき書面と規定されているところでございます大門資料にです、ね、条文を用意いたしましたけど、このまま普通に読みますと、お金を出した方支出した者がです、ね、目的金額年月日を記載した、すでに記載してある領収書を徴する義務、もらう義務があるというのは、そういうことが書いてある。 というふうに解釈は普通じゃないんですか、総務省大泉選挙部長。政治資金規正法上、領収書の発行側の作成方法については規定がないところでございます大門三岸君あの。そのことは後で取り上げます。あの資料の次の段の1に、ですね総務省の手引きで、了承についての解説をつけておきました。 総務省ちょっと読んで説明してください総務省大泉選挙部長はい、えー。これは、えー、資料でございますが総務省の国会議員関係政治団体の収支報告書の手引きということでございますこれは、えー、その第三者機関である政治資金適正化委員会が 登録政治資金監査人に対する政治資金監査の的確な実施のために、助言指導の一環として作成した Q&A というものがございます。これをこの手引きの中で引用しているというものでございます。これ、ここにつきましては、この,この Q&A につきましては、一般的な見解を示している。 まあ、適当であるということで一般的な見解を示しているものでございまして特段の事情がある場合までの取り扱いについては言及してはなりません、はい、あじ,ゃあじ,ゃあじゃあ読み上げさせていただきます、はい、り領収書等,の等は支出を受けた者が発行するものであり支出の目的についても発行者において記載すべきであり国会議員関係政治団体側で追記することは適当ではありませんしたがって 会計責任者等において、発行者に対し。記載。の追加や再発行を要請することが適当ですと書いてございます。す大門美きし君。ここあの、あの、先ほどね、適正化委員会は一つの見解だ。云々言いましたけれど、そんな軽いもんですか。この適正化委員会はですね、どういうふうにあの政治資金規正法で言い続けられてますか。 大泉選挙部長<笑><笑>政治資金適正化委員会は、平成19年12月の規制法改正によって設けられたものでございまして、政治団体の支出にかかる収支報告の適正性の確保にかかる透明性の向上のために、 政務省に設置された第三者機関でございまして、その所掌事務は同法第十九条の三に各号に掲げられたものでございまして、Q&A につきましては登録政治資金監査人に対し、政治資金監査監査性あ監査の的確な実施について必要な指導及び助言を行うことということの所掌事務から導かれております。大門美紀子君、この適正化委員会は2007年の 改正で大変重要な組織と支持つけられておりますじゃあ何ですか、この総務省の手引きというのは、ただの参考ですか、従わなくていいんですか、これ。大泉選挙部長。総務省作成の手引きにつきましては、まあ、一般的な見解を支持しているものであり、先ほどの政治資金。 監査についてて、えー、助言を行っいいいるものでございます大君いや、だから従わなくていいんですか、この手引き、一般的な見解で聞いておくだけでいいの大泉選挙部長。当該給案代などにつきましては、一般的な見解を出しているもので、特段の事情がある場合の取り扱いはまた個別に判断されるものだと思っております。 答えてます。いますね、ええ。え今の答えてます。 そうき止めてください <noise> 大泉選挙部長 え一,般的に見解一般的な見解を申し述べているものであり、この Q&A には従うものでございますが、特段の事情がある場合まで射程にしているものではないということを申し上げております。とにかくこれあの、皆さんが出している手引きで、これを使って判断してくれて出しているはずなんですよねで、ちょっとあの次のカッコ2とカッコ3に、ね、後から領収書に書き加えていいのかというところが書いてあります。 これ、所管ですから、高市総務大臣、読んで説明してください。高市総務大臣。えー、まずあの第2ですねあの、括弧2、目的の追記というところですね。 えー、領収書等に支出の目的が記載されてない場合、国会議員関係政治団体側で追記してもよいのかというところだと存じますが、領収書等は支出を受けた者が発行するものであり、支出の目的についても発行者において記載すべきであり、国会議員関係政治団体側で追記することは適当でありません。 したがって会計責任者等において、発行者に対し、えー、記載の追加や再開発行を要請することが適当ですと、えー、ありますであの、私の答弁を求められましたがあの、委員が配布してくださったこの資料のですね、括弧1、領収書というところは総務省の手引き、えー、政治資金課で作成したものです、で括弧2、今申し私が読み上げた目的の追記、宛名の追記につきましては、 あの先ほど話がありました第三者機関である政治資金適正化委員会が、あの弁護士、公認会計士、税理士の方が務め,めておられるあの登録、えー、政治資金監査人に対する、まあ、助言の一環として作成したものを参考として、えー、引いております、まあ、つまりあの、直接国会議員に対してですね、こうしなさいと示されたものではございません。それであの国会議員関係団体というのは 正しい内容の収支報告書を提出しなきゃいけませんから、私たちは領収書も含めて、大変厳しい監査を受けております、まあ、領収書の,あの記載内容で、あのどうしてもこの支出のまあ内容が分かりにくいということであればですね、これはあの監査人から、まあ、私の会計責任者もそうですけれども、あのまさに帳簿そう、帳簿との照らし合わし。 それからまた納品書ですとか、請求書ですとか、まあ、いろんなものを提出しながら、ヒアリングを受けて、そして収支報告書が正しくなるということが最終目的でございます。でなおですね、この中で、あの支出目的について、まあ、追記しちゃいけないというふうに呼べますけれども、この同じ収支報告書の、あの収支報告の手引きの中にです、ね、同じ冊子から引かせていただきますと、 支出目的についてですが、あの領収書への付記、追記は認められています、例えば、正し書きがお品代となっている場合、何に出したか分かりません、まあ、しかし、これはあの帳簿と合えばいいと、お品代というあの記述でもいいと、それから複数のものを一括購入した場合、どうするんだと、その場合はあの一括の請求書、一括の領収書になりますから。 それは何枚もコピーしてです、ね、詳細について正し書きを付記するあの、こちらで追記するということになっておりますので、まあ、一般的な見解は示していますが、特段の事情が、まあ、ある場合の取り扱いについて、す、ま、べ、あ、て言及したものではないということでございます大門三岸君あの。この摘出委員会のメンバーは、総務団臣は任命されているんですよね。 その方に出してもらってたから、そう一般的な見解って言ったら大変なことになるんじゃないですか、これから何も出してくれなくなりますよ、見解。で、あの申し上げたとおりのはです、ね、そんな細かい話じゃないんですよ、そんな細かい話じゃないんですよ。要するにですね、あのこれ見てわかるとおり、あのまあ、宛名については、あの今、税務申告でも、宛名のない歴史等、経費として一部認めたりしてますんで。 あのそれについては、地域が発行者から自分で書いてくれと言われたら書いてもいいということが書いてありますけれども、目的や金額はですねそうはいかないということになっているわけですね。で、この手引きに金額の地域について、Q、Q&A としてないのはなぜだと思いますか大泉選挙部長。この手引きは。い この,この手引きあえ、すみません、Q&A などにつきましては、政治資金適正,適正化委員会が出しまして、それで政治資金監査についての,あの助言のものでございます、したがって金額がないということにつきましてはえ、監査人が金額と収支報告書を照らし合わせるという本体でございますので、そこについた質問がなかったということでございます。 高総務大臣まあ先ほど、委員が宛てなのこともおっしゃいましたが、まあ、それはあのおっしゃいましたとおり、えー、国会議員関係団体が、えー、政治団体が調すべき領収書等にはあのレシートであっても足りるということになってます、また法律上、宛てなというのは領収書の要件でもございません。 あの非常にこれあの、民間企業とのバランスがどうなんだという問題意識を強くお持ちでの。 ご質問だと思います、まあ、先ほど答弁がありましたとおり、所得税法、また法人税法にも、領収書の要件についてのまあ記載はございません。あの領収書がまあ例えば、のその記載事項に不備があったとしてもです、ね、帳簿と照らし合わせて、総合的にえその所得の状況、支払いの状況をえ見ているというのがまあ実務であるとあの承知をいたしております。ままた私た私ちが受領側になる場合もございます例えばまあ私 私がテレビ局の番組に出た場合に、まあ、封筒でまあ現金を渡されたときにです、ね、そこで差し出される領収書。 あの宛名も、そしてまた金額も、日付欄も開けといてくださいと言われますが、金額や宛名など、先方で記入されて、こちらはサインをするだけと、印鑑も必要ありませんという場合があの非常に多ございますというか、ほとんどでございます、もしくは領収書の発行すら求められないという場合もございます、これはあの振り込みをしましたよという通知があると。 えー、いうだけでございますのでね、まあそういう意味ではあの民間の事業者とまあ、非常にあの大きく違うということではないと思います。公演を依頼された場合なども同様でございます。ですからまあ、これはのはあの私はあの法務省大臣としてまあ、法律案ですとか予算案について説明をしたり法律の一般的な解釈について申し上げることは可能でございますけれども。 まあ、特段の事情がある場合についてですね、す、ま、べ、あまあ、ての件、または個別具体の事象について、す、ま、べ、あ、てをま私が是非を判断して、えー、申し上げるというのは適当でないと考えております。まあ、先ほど、部長が答弁したことが、えー、ほぼすべてでございます。あくまでも一般的な えことについてあの書かれたものでありまして、特段の事情がある場合の取り扱いについて、えー、言及をしているものではない、そういう位置づけの Q&A であるということを改めて申し上げます大門三岸君。何も分かってらっしゃるないですね、金額の追記をわざわざないのはです、ね、金額の追記なんてすることがありえないからなですねあの、なぜならばです、ね、金額の追記というのは、最も不正の可能性を含むんですよ。 水増ししたらもう一発アウトですよねたとえ金額が正しくとも、ですね相手が書くべきものをこちらで金額を書くということは、取引によっては文書偽造に問われることもあるんです、したがって、社会通念上、金額まで白紙の領収書は想定していないから書いてないんですよ、これ実は総務省に聞いたらそう答えたんですよ、そう答えてるんですよ、そういういいことかからないですか高市総務大臣。 の虚偽の記載をした場合は別でございます。これ明らかに虚偽の記載をした場合にはですね、あの厳しい罰則が課されることになります。 先般、私がご紹介申し上げたことについてですけれども、まずあの領収書の形式についてですね、領収書の作成方法について、法律の規定はないということは申し上げました、まあ、その上で特段の事情がある場合に相当するような事例も挙げさせていただきました。たただ加えて申し上げたのは先般 あの共産党さんからです、ね、ご指摘があったのは、国会議員同士がパーティーに招かれて、まあ、行った場合に、えー、受け渡された領収書の問題であったと思います。でまあ、この場合、国会議員双方の事務所において、えー、ちゃんと規制政治資金規正法に基づくパーティーの案内状が保管されており、 まあ日時、そしてパーティーの名前も書いてありますね、そしてまた出勤入金はそれぞれの国会議員の事務所がきちっとこれは記録をしているわけです、どちらかが違うことを書いてしまうと、ですねそれは片っぽの団体の方で、えー、計算が合わなくなってしまいます、そして、あのー、故意にもしも虚偽の記載をした場合には、これは会計責任者には大変厳しい。 罰則は課されるわけですから虚偽の記載ということとそれからその領収書の記載をですね、相手に受験するということを信頼をして受験をするということはまた違うと思います特段の事情がある場合に限って受験をするということはまた違うと思いますこの際委員長からお願い申し上げます答弁は簡潔にお願いいたします大門美樹君あのね、国会議員のパーティーとかね、受付とかね、そんな話はしない方がいいですよ なん、ね、で国会議員だからって認められるんですか、白紙が。秘書にやらせればいいじゃないですか、そのお金の整理とか受付、中小企業の社長なんか秘書さんもいないし、もっと忙しいですよ、その中でもみんな揃えてるわけでしょ、そんなね、特権的なこと言っちゃだめですよ、一冊単位しちゃだめですよ。であの、大体ですね、その白紙の領収書もらっちゃいけないというのはの当たり前の話なんですけれども、いくら言っても分からないんですね。であの しかも自分たちがしたことを正当化するために、最初は先ほどありましたけど、おかしな理屈を言い始めました。この法律には領収書の発行者側の作成方法について書いてないから、書いてないから、発行者が了解すれば、白紙の領収をもらって、自分で書いていいと、こんな解釈をですね書いてないから、そんなこと言い始めたんですね。 これ先ほど申し上げましたとおり、この法律はそうじゃないんです。この法律は、三事項が記載された領収書をもらう義務を、もらう義務をお金を払った方領収をもらう方に、その義務を貸しているわけです。だって、そういう人たちこそ税金の申告とかですね、政治資金の申告する当事者だから、その当事者に義務を貸しているわけですよ。だから、そんな書いてないこととかですね。 あのそ書いてないのは当たり前です、その必要はないからです、そういう法律の立ち付けになってるんです、それは分からないですか、あなた高市総務大臣あの法書館大臣はあの、法律の説明ですとか、それから一般論としての解釈は申し上げますが、まあ、個別具体の事項について、あのこれはです、ね、政治資金規正法上、えー、問題かどうかといったコメントは。 あのこれは大変困難でございます。政治資金規正法は、これまで,です、ねえー、主に議員立法によって改正を続けられてきたものでございます。そしてまあ今回の件でございますが、まあ、ご指摘も受けました、で非常にあの多くのご批判もあ,のあるということは承知をいたしております。ですから、法律上の問題は生じないとしましても、あの運用面において、 もしも国民の皆様の政治不信を招いてしまっては、政治資金規正法のですね目的、これを達成できなくなってしまうわけでございます、それですから、各党内で運用の改善についてまあご議論をいただけたらありがたいなということを記者会見で申し上げました。ままたた先ほどど委員が民間の,民間の,あの事業者についいておっしゃいましゃけれども あの民間の,です、ね、あの所得税法、また法人税法上も、まあ、これは領収書のみで適正性を判断しておりません、他の帳簿書類を含む、えー、帳簿書類全体として金銭の受領といった事実関係の適正性を総合的に判断しておられるものと承知をいたしております、しかしながら改善すべきところは改善、えー、していただきたいと、あのそのためにあのお願いをしたいというのが私の気持ちでございます。大門君 あのね、新しいルールも何もいらないんですよ、ね、今の法律を守ればいいだけのことなんです法改正も何もいらないんですよね、で私はあの、は稲田さんはですね、稲田大臣はいろいろ言い,いながらですね、結局、我が党や赤旗の指摘に基づいてね、指摘されたからといって、ちゃんと金額を印字する領主書に変えたりですね、努力をされてますよ、ね、まだかわいいとこありますよ、そこは担当のあなたはですね、開き直ってね、自分の責任を転嫁すると。 まあこんなことは許されていいのか総理一言いただくお願いします。安倍総理大臣簡潔にお願いします。はい、あの、て、えー、法律のには法律上の問題は生じているとは考えませんが、しかし、まあ大門委員からですね、まあそうしたことをまあ政治家はこの自らの正式品の取り扱いについて。 国民に疑念を持たれいように常に襟を正すべきだと、それはあのご指摘としてはごもっともだろうと、このように思います。まあ、そこで今回のことについては、法律上の問題が生じているとは考えませんが、自民党においてはです、ね、政治資金パーティーにおける受付事務の運用を改善することといたしまして、その旨、官庁から通知を行ったと承知をしておりまして、おります。ます以上で 大門みきし君の質疑は終了いたしました。次に清水孝之君の質疑を行います。委員長清水孝之君。 日本維新の会の会清水之ですすよろししくお願いいたしま午前中のこの予算委員会でも申しましたが、我々日本維新の会は9月末に11本の法案を提出いたしました、明日にも第2弾の法案の提出を準備しています。そういっ,ういった形、法案を提出するという形で、議論を先導していけたら、もしくは政策実現を積極的に目指していきたいというふうに考えております。 ですので、そういった法案の中から、この時間もいくつか質問をさせていただきたいと思いますが、まずはです、ね、政策金融、そして独法改革についてなんですが、商工中金、政策投資銀行、この民営化の法案、今、準備をしています。商工中金に関しては、これまで何度も民営化の議論がされてきています。民営化ののの時期ももそ法法案の中にままでで明記されたたたありまししが結局去年成立した改正法で 政府はその株式ですね、できるだけ早期にその全部を処分するということで、時期の明記からできるだけ早期にという表現に変わりました、このできるだけ早期にという言葉がありますと、もういつ本当、やるのかどうか、いつやるのか、本当にやる気があるのかというふうに思われても仕方がないと思いますが、いかがでしょう、民営化の方針は変わらないのか、そしていつやるのか、いかがでしょうか。世耕経済産業担当大臣 お答えいたしますあの確かにご指摘のとおりです、ね、昨年、証、え、拠、ー、中金法が改正をされました、その中では、えー、完全民営化の方針を堅持するということが明確に書かれています、そしてなぜすぐ民営化しないのかということについても、これ、書かれておりまして、えー、多くの民間機関が危機対応業務を行う指定金融機関となって、 危機対応が十分に確保されるまでの当分の間、商工中金に危機対応業務を義務づけて、政府が必要な株式を保有するというふうになっております。 で現時点においても、残念ながら危機,危機対応業務を行う指定金融機関となっている民間金融機関はえ存在をしていないえ状況であります。そのため危機が発生した場合の資金繰り支援に万全を期するためには、商工中金による一定の役割がいまだ現時点では必要だと言わざるを得ません。いずれにしても経済産業省とし,しとしましては、将来的な完全民営化の方針はしっかり堅持をしながら、できるだけ早く商工中金を 完全,化民営完全民営化できるような状況をしっかりと作ってまいりたいというふうに思います清水孝行君あの。危機対応業務というのはもちろんあの大切でして、えー、リーマンショックがあったりとか、東日本大震災もあったわけですから、そういったときの対応は必要だと思いますが、あの一方でですね、まあ、黙って待っていても、そういった危機対応業務にどこかの民間 金融機関がなってくれるということも決してないと思うんですね、今までもいろいろ交渉はされてきたと思うんですが、進んでいないとなりますと、やっぱりしっかり政府としてです、ね、そういった対応に当たる銀行を探して、金融機関を探していくような努力もしなければいけません、改正案成立からもう1年以上、えー、経っているわけですで、しっかりそのメド、ね、とか道筋も示していただきたいと、完全民営化のその意思を堅持されるとおっしゃいましたので、その道筋も示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか世耕経産大臣。 まああのこれは民間金融機関の経営判断にも関わることですからなかなか我々が強制というわけにはいきませんけれども今いろんな努力を、えー、重ねています、えー、例えば金融機関が指定金融機関になるための申請手続きを簡素化をするとか あるいは金融機関が危機対応業務の実施要領のひな型を公表するなどです、ね、業務内容を明確化するというような取り組みも行っています。また、今後もです、ね、商工中金は危機対応のノウハウを持っているわけですから、そういったノウハウを地域の金融機関に提供するといった取り組みもしっかりと進めてまいりたいと思います。いずれにしてもできるだけ早期にです、ね、商工中金を完全民営化できる環境を整えるよう、頑張ってまいりたいと思います。 清水貴之君あの同じように、日本政策投資銀行についてもですが、えー、これもです、ね、昨年、改正法が成立、まあ、同じような状況になっております、その後の状況というのは変わりがないのか、そして民営化の方針は堅持するつもりなのか、いかがでしょうか麻生財務大臣基。基本的には今、世耕大臣の答弁と内容はほぼ同じであります。 一番問題はやっぱり今リーマンブラザーズが最近ではリーマンブラザーズまあ東海大地震の時に民間金融機関に対していろいろ支援を要請したけど置いたところはゼロですもし政府系金融機関がなかったらどのようなことになってたかということは現場を預かる皆さん方としてはよくお分かりなところだと思いますのでそういった危機の時にどうするかというのはきっちりできない限りはこういうのはなかなか難しいと。 やっといて、いや、あれがあったらよかったな、じゃすみませんから、そこが一番問題だと思って、それに対してどうやってやるかというのは、これ、よくよく詰めないかんところだと思って、簡単な答えが出せないのが一番問題のところです清水孝行君、まああの。おっしゃるとおり、危機対応業務は本当に大事なんですが、とはいえ、あの経産大臣からもありましたとおり、政府としてもやっぱりそういった努力を進めていかないことには、簡単にその対応業務をしてくれる他の機関が見つかる。 わけでもありませんので、そこは積極的にぜひ進めていただきたい。そして我々はそれを推進するためにですね、この民営化法案を提出する準備があります。 でもう一つ、UR についてもお聞きします、UR もこれもずっとです、ね、その民営化の議論というのが行われてきています、何度も出てきている話ですが、結局、その議論も出てはしぼみ、出てはしぼみということで、現在の状況になっておりますが、国交省ではこの UR の民営化、今、現時点ではどのように考えているんでしょうか。石井国交大臣 UR につきましては、民業保管を徹底する観点から、すでに分譲住宅や新規のニュータウン開発から撤退をいたしまして、現在は子育てや高齢者世帯などの住宅セーフティーネットの役割を果たす賃貸住宅、都市再生事業、被災地の復興事業などに役割を重点化しております。U R についいてはこれままで民営化の議論もございましたが 多額の有利利債を抱えている、平成27年度でもいまだ11.7兆円、約ございます。また、あのクリック決算ィを抱えるなどの財務上の課題がございまして、民業間を追求していけば、国務負担のリスクが増大すると、逆に利益最大化を追求していけば、セーフティーネットなど、公の機関としての期待に応えられなくなるという難しさがございまししたたたこのため平成25年12月24日に閣議決定をいたしました。 独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、引き続き独立行政法人として UR が本来担うべき役割を果たすことといたしまして、民業保管の徹底と財務構造の健全化等を両立させる観点から、各種の改革に取り組んでいるところでございます。清水貴 いわゆるはですね、あの高度成長期などは本当にあの安い住宅をなかなか手に入らない方々に提供してということ、そういう役割があったと思うんですが、やっぱり時代が変わってきています。え都心のタワーマンションを手掛けるなどですね、本当に民業保管どころか圧迫という話も出てきています。で今ありましたあの本当に大きなですね有利子負債を抱えている中で今後少子化が進んでいく中、住宅需要とかも減っていく中でですね、この借金があるからなかなか民営化は進まないんだということでは逆に今度その借金が れ続けけてしまう可能性もあるわけですねだからどこかで,です、ね、これ、メドもつけて、民間の逆にほかのところが圧迫になっているような話も出ているわけですから、そのメドをつけるべきではないかという思いで、我々は、その完全民営化法案を提出しようと考えていますが、あのこのあたり、国土交通大臣、いかがでしょうか、いろいろとあの改革は進めているというふうに聞いておりますその改革なども進んで、実際進んんででいるんでしょうか石井国交大臣。 えー、例えば改革の具体的な例で申し上げれば、都心部の高額の賃貸住宅は、民間事業者にサブリースをしまして、えー、賃貸住宅需要の収支の改善を図り、その収益をもとに団地の統廃合を前倒しで実施するとしておりますが、このサブリースでございますけれども、これは、えー、例えばあ、失礼しました。ちょっと えー、サブリースで申し上げますと、えー、全体で約1万3000個対象がございますが、これまでに4167個で運営事業者を決定をしておりまして、まあ、今後もあの次々にそういったサブリースは続けていく予定でございます。まあ、さらにあの関係会社をです、ね、平成30年度までに半減すると。 えー、13社以下にするというふうにしておりますが、現状であの16社まで減らしているところでございまして、まあ、このようにあの今後とも改革はあの取り組んでいく予定でございます。 清水高之君、すみませんもうあと一分しかないんで最後に一問総理に、えー、グレーゾーン自体についてです。あの片山共同代表より本会議で質問させていただきましたが、法整備の必要はないという総理の答弁でしたが、はい。我々としてはやっぱりそのタイムラグとかですね、その領域の問題、その隙間を埋めるためにやっぱり法整備をしてやるべきではないかというふうに考えております総理。改めていかがでしょうか。それでは短くお願いします。内閣総理大臣。あのまグレーゾーンについてですね、本党が法案提出をしておられますことに敬意を表しますが、我々は。 法整備についてはです、ね、新たな法整備は必要がないと、このように思います。まあ、重要なことはです、ね、正しく適切に対応していくことではないかと、このように考えております以上で終わりますありがとうございました以上で、清水孝之君の質疑は終了いたしました。次に福福島島君君の質疑を行います えー、希望の会社民党の福島みずほです、えーほえー、今回の補正予算でリニアにどれだけ財政投入資が投入されるんでしょうか麻生財務大臣一兆五千億です福島みずほ君本予算ではどれぐらい見込んでいらっしゃいますか麻生財務大臣また予算編成採用中でありますのでお答えられます今の段階でお答えすることはできません 福島まみず君今まで財政投融資で3兆円以上、今まで3兆円と言っていたんですが、3兆円以上の投入は過去にありますか麻生財務大臣、リーマンショックのときの日本政策金融公庫に6兆5000億の財富と追加を行っております福島瑞生君、東日本大震災ではいくらですか麻生財務大臣。 東日本大震災の時は、今このところにちょっと資料が今、ありません。ありませんので、あの、広く調べてご返事申し上げます。福島みずほ君。はい。二点九兆円です。東日本大震災で二点九兆円。リニアで、さっき二兆五千億円。とおっしゃいました。かなりの金額を投入する。えー、それで、今まで、えー国 えー、国土交通省第3回中央新幹線小委員会、えー、の部会で、えー、JR 東海が出しているのの中には、2010年5月10日です、ここには、JR 東海は自己負担でプロジェクトを完遂する、国に資金援助は求めないとあります、これに反してるんじゃないですか麻生財務大臣、よろしいですか、石井国交大臣。 あのリニア中央新幹線の整備に際しましては、交通政策審議会の議論におきまして、えー、JR 東海の事業遂行能力を総合的に緩和した結果、えー、JR 東海が自己負担を前提とする民間の事業として、 えー、JR 東海が指名をされたものでございます、まあ、今回、貸し付ける財当はです、ね、JR 東海による利払いも行われまして、元金も全額償還されるものでありまして、JR 東海による自己負担の原則を変えるものでは ございません今般の財政措置は、JR 東海の事業遂行能力を前提としまして、全線開業の前倒しにより、開業効果を早期に発現させることを政策目的として貸し付けを行うものであります。JR 東海の経営支援を目的するものではなく、問題はないものと考えております福島瑞雄君。 しかし、財政投融資は国の保障でやるわけじゃないですか、で政治的な介入をやらないために、自己資本でやる、国に財政援助を求めないといって、認可を求めたことと全く矛盾するというふうに思います。え次に、この社長はです、ね、このリニアに関してえ、記者会見でリニアは絶対にペイをしないという発言をしています。赤字のプロジェクトに、なんで2兆5000億円も入れるんですかどなたにご質問ですか。 石井国交大臣あのリニアにつきましてはです、ねあの、交通政策審議会において、JR 東海の財務遂行能力の研修が行われまして、リニア中央新幹線の投資による債務は、大阪開業後のリニア中央新幹線および東海道新幹線による営業収益で着実に返済できることが確認をされました。すなわち、JR 東海が収益力の高い東海道新幹線と一体的に経営を行うことで、 経営の安定性を維持しながら事業をすること,ることが可能となるとの答申をいたところですですからリニアだけの収益でやるという召喚をするというものではなくてリニアと東海道新幹線と合わせてリニアのあの借り入れを召喚をするということでございます福島,福島みずお君財務省赤字のプロジェクトに何で2兆5000億円も財政投入し入れるんでしょうか麻生財務大臣2兆5000億円 と言われておりますがこれによって経済波及効果は8年間分の財政の前倒し等々の波及効果は極めて大きいと思っておりますし私どもは先ほど石井大臣が申し上げましたようにこれは金を税金を集めるのではなくていわゆる融資をするわけですから当然それにあたっては私どもとしては融資した分だけ金利は頂戴いたしますしそういった意味では私どもは。えー JR 東海、JR 西日本の今、いておられる収益は、えー、JR 東海だけで年間、経営釣りで4500、6 0億円出てると思いますので、そういったようなものを私どもとしては確実に召喚していただけるものだと思っております福島瑞生君。赤字だと豪語してるのに入れるのが分からないんですね、金利はどれぐらいでしょうか麻生財務大臣。今私の 私どもの国債、国債の金利、10年もの国債、30年世帯、10年間返済、トータル40年、40年ですから今0、今、0.0いくつ、それによって違いますの、ね、で、分かりませんけれども。福島みずお君 超低金利でで兆5000億円払ってもらえるわけですよね現場にずっと2日間かけていきました、えー、中央構造線のあに土手、まあ、っぱらを開けというか、トンネルを掘ってやるもので、極めて難工事、極めて莫大にお金が膨れ上がるんじゃないか、赤字だって言ってるものに入れる、しかも自己資金でやるっていったものに関してですね、あ分かりました、はい、問題があると思います。でこれは、えー、安倍総理、えー、加西会名誉会長と このこか分かりました、分かる、1月から今まで、9月までに、笠井会長と7回会って、5回会食をしています、その間にこの財政投融資、2兆5000億の話が出たかどうかを聞きたかったんですが、ちょっとあのそれを聞くことができませんでしたが、でも、5回会食。福島君はい はいではえー、それは極めて,ていはい親密な関係からこれが出たんではないかというふうにも思います以上終わります以上で福島みずお君の質疑は終了いたしました次に薬師寺道夫君の質疑を行います薬師寺道夫君持続クラブの薬師寺道夫でございます総理 アベノミクス第三の矢の目玉である日本医療研究開発機構 A イメデの設立から1年半が経ちました医療分野の研究開発の司令塔と,となり革新的な技術のさらに進化させていくものと医療人のみならず難病の患者さ様方からも希望の光と謳われております総理が思い描いていた構想に一歩一歩近づいているのかお答えいただけますでしょうか安倍内閣総理大臣 まあ高齢化が進む我が国においては、健康医療分野の研究開発や新産業の創出を通じて、健康長寿社会を実現することは非常に重要であると思っております。第1安倍政権で策定した新健康フロンティア戦略では、医療福祉技術のイノベーションの重要性を指摘し、ベンチャーの支援を行ったところでありますが、現政権においても、 健康長寿社会の実現は成長戦略の柱の一つでありまして、A メドを設立をし、進捗が良好な基礎研究を年度途中に臨床研究を二行させるなど、基礎から実用化まで決めのない研究開発を推進するとともに、健康経営に積極的に取り組む企業を株式市場で評価する仕組みを構築するなど、新産業の創出に取り組んでいます。既に革新的な医療薬品や 医療機器等に関する研究開発の成果が出てきておりますまた健康生活支援関連産業の市場規模も拡大をしております健康医療分野における成長戦略は一歩一歩着実に前進をしているとこのように考えております薬師寺道夫君ありがとうございます従来の日本では基礎研究と実用化の間に大きなギャップがございましたいわゆる死の谷と呼ばれてきたものでございます 篠谷は各省庁の縦割り行政によっても、大きな原因の一つとして数えられていたものなんですけれども、その点からこの A メドの存在というのは、大変、いい色の進歩に貢献してもらえるんじゃないか、そういう期待が膨らんでおります。石原担当大臣 篠谷は埋ままったたんでししょうかお願いをいたします石原経済産総再生担当大臣あの。ただいま総理がご答弁をさせていただきましたとおり、基礎疾患から実用というところが重要で、この縦割りであることによって、ここにタイムラグが出るという事実があったことは承知しておりますが。 この A メドが設立されることによりまして、バラバラに支援していたものを、国の研究を集約した上で、基礎から実用化まで切れ目のないです、ね、研究支援を行えるようになりました、まあ、具体的な例を2、3出させていただきますと、A メドに設置された研究や文化男とこの専門家チームによるきめ細な事業間の調整などを通じまして、縦割りを配置する、このような形で委員のご指摘に沿って、これからも進化をさせていただきたい,行きたい,行きたいと考えております。 薬師寺道夫君ありりがとうございままますす本当に国民も大きな期待を膨らませておりますしかし、エイメドの関連予算見てみますと、2016年度本予算で1265億円、今回の補正予算では618億円です。この額で国際競争力考えても十分でないというのは、誰しもが分かるはずです。公的予算の増加に頼る、これは限界がある、私も分かります。 この分野については、官民ファンドなどの強化も必要かと考えますが、総理、いかがでしょうか安倍総理大臣。医療分野の研究開発においてはです、ね、民間活力、資金の活用が重要でありまして、産業革新機構、地域経済活性化支援機構などの官民ファンドにおいてです、ね、健康医療分野における産業育成を促進するため、 創薬ベンチャーや介護サービス事業者などに対する投資を実施をしています。加えまして、A メドにおいても民間活力、民間資金を活用した産学連携の取り組みを推進しておりまして、企業と国の研究費により、産学連携で創薬を目指す事業や、企業の寄付金と国の研究費により、医療分野の統計専門人材を育成する事業を開始したところであります。今後とも民間活力、民間資金を積極的に活用しながら、 健康長寿社会の実践に向けて,て取り組んでまいりたいと思います薬師寺道夫君。民間資金を投入したくなるような A メドに、ぜひしていただきたいと、私からもお願いをいたします。では、A メドとナショナルセンターの関係について、塩崎大臣にお尋ねをさせていただきます。 ナナショナルセンターに今までは国の資金を投入してまいりましたが、これからは A メダとナショナルセンターの連携強化というものが、実用化へのドラビングフォースをさらに加速されるものとなってまいります。連携強化は進んでいるんでしょうか、教えてください。塩崎厚労大臣この世界最高水準の医療を国民が実際に享受できるようにするために、この基礎研究の成果を臨床で実用化をしていくと。 という取り組みを加速化していくことが必要であって厚生労働省としてもエイメドと密接な連携を図ることが重要だというふうに思っておりますエイメドと今ご指摘のナショナルセンターの連携としては例えば昨年7月からエイメドが主導して実施しております未診断疾患イニシアティブにおきまして国立生育医療研究センターとそれから国立精神神経医療研究センター 病院が、まあ、それぞれ小児、成人分野で中心となって、診断困難な患者に対するゲノム解析とか、あるいはその診断を行う拠点病院の支援を行うなどのコントロールタワーの役割を担っております。今後ともナショナルセンターをはじめとして、厚生労働省としても、メダ e の取り組みとよく連携してまいりたいと思います薬師寺道夫君。ありがとうございいます少子高齢化ののの日本のここのピンンチチをチャンスに変変えるということうは大変重要な問題でございます。 政治の強力なリーダーシップのもとしっかりと A メドこれからも管理していきますようよろしくお願い申し上げますありがとうございました以上で薬師寺道夫君の質疑は終了いたしました次に和田政宗君の質疑を行います委員長和田政宗君 日本の和田正宗です全部で4問用意しておりましたけれども、我々は補正予算を速やかに成立させるべきという立場でございます。このあと採決、そして本会議もございますので、政府への要望として2つ申し述べて、1つを質問したいと思います。1つ目は、尖閣諸島の警備をはじめとして、重要な任務についている海上保安庁の選定で、対応年数を過ぎているものが多くあります。 中国交戦のみならず、中国の軍艦も領海侵犯をするなど、緊迫した状況の中、更新や増強が計画的になされるべきです。これはぜひしっかりした計画で更新、増強していただきたいというふうに思いますすそしててつつ目ででけれども防災無線についてです。 東日本大震災では、役所に設置されている防災無線の親局の電源がショートしてしまい、防災無線が全く動かなかった例が見られました。また平成26年度の会計検査院の検査によりますと、親局が設置されている役所建物の耐震性が十分でない事例が指摘されて、新聞報道等によっても、耐震性に懸念のある防災無線が多くあるとされています。 防災無線は避難をする際の生命線です。設置されている建物の耐震診断や耐震補強、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。で質問は仙台空港ですけれども、仙台空港。 国管理空港の第1号として民営化し、着陸料などについても独自に努力していますけれども、国交省は先頃、訪日外国人旅行者の誘致に、積極的な国管理空港を対象に、国際線の着陸料を3年間無料にすると発表しました。仙台空港、この対象とならないということですが、であれば国の肝入りで仙台空港を民営化したわけでございますから、仙台空港に対して何か追加施策やさまざまな相談に乗る必要があると思いますが、この点、どうするんでしょうか。石井国交大臣。 国土交通省では平成29年度予算要件をおきまして、全国の地方空港のうち、訪日誘客の拠点となる空港を認定をした上で、国際線の就航促進に向けた総合的な支援策を、ずることを盛り込んでおります。えー、委員ご指摘の,あの国管理空港における着陸料の割引措置につきましては、地方自治体がですね着陸料以外で,ですね支援をする、そのことを前提としまして、 あの既存の路線では,は対象にせず、あくまでも新規の就航、増便分の着陸料について、地方支援分の見合い分だけ国がやると、割り引くという措置でありまして、期間は最大3年間でございます。まあ、しかしながら、訪日旅客の拠点となる地方空港の機能強化は国管理空港のみならず、極めて重要でありまして、今回の認定支援制度では、仙台空港のように民間委託した空港も含めて、 海外におけるエアポートセールスへの支援や出入国管理体制の充実など総合的な支援を講じることを考えております、まあ、こうやって仙台空港は国が管理する空港の運営民営運営運民間委託の第1号でありましてこれを成功させることは大変重要であるということから民間の創意工夫が十分に発揮されるよう環境の整備に努めてまいります和田政室君しっかりとした対応をお願いいたします以上で終わります 以上で和田政宗君の質疑は終了いたしました。これにて、質疑通告者の発言はすべて終了いたしました。以上をもちまして、平成28年度第二次補正予算3案に対する質疑は終局したものと認めます。それではこれより討論に入ります。討論の通告がありますので、これを許します。 なおお発言者は賛否を明らかにしてお述べ願いいまますす伊伊藤藤君、はい、民進党新緑風会の伊藤孝でございます私は先の参院選で愛知の皆様に送り出していただきました、1歳と3歳の子育て真っ最中であると同時に、90歳になる祖父母の介護に直面する働く女性の普通感覚を支持していただいたと自負しておりますので、その目線でまた会派を代表して、 平成二十八年度第二次補正予算。並びに安倍内閣の政権運営に対し。反対の立場から討論を行います。安倍のミクスの手詰まり感が明らかになりました。総理が重視してこられた企業収益は減少に転じ。実質賃金は低下。それに伴って消費は低迷しています。本補正予算案は二兆七千五百億円もの。新たな国債発行財源として。従来の自民党が行ってきた。古臭い。 緊急性の疑わしい公共事業を行うものです国債発行とはすなわち我々の子供孫の世代にまでつけを回すということです総理人への投資に舵を切り直しませんか経済が上向いたから生活が良くなるのではなく生活が上向いたら経済も良くなる我々はそう考えています問題を個別に指摘します第一に喫緊の課題である子育て介護 および若者の支援など、今、日本が本当に取り組むべき施策の予算が十分に計上されていない点、第二に TPP や輸入米の価格偽装、東京オリンピック・パラリンピック開催費用、豊洲市場移転問題における政府の情報隠蔽や無責任退出第三に賃金が下がる、物価が上がる、そんな場合であっても年金をカットするなどという枠法の成立強行姿勢に加え、 要介護経度者に対する介護サービスの全額自己負担かや過労死を助長するかのような残業代ゼロ法案など枚挙にいとまがありませんこれらは格差社会を振興を拡大させまた世代を超えて固定化されるものであります最後にお願いです安倍総理何を伺っても民主党政権時代と比べればましだという答弁をやめにして質問に正面からお答えください 質問と答えがかみ合わないのは、何か隠しているのか、不都合があるのかと、国民は不信を抱きます。そして政治はそんなものだと、しらけていきます。稲田防衛大臣、子ども手当分をそっくり防衛費に回せなどと言わないでください。大臣も一人の母親でいらっしゃいます。子どもたちがお腹いっぱい食べて、たくさんのお友達に守られて、しっかりと学ぶことができる国を、おじいちゃん、おばあちゃんたちが来たるべき最後の日にも、 今日も幸せだったと言える国をつくるために、議論の時間を使わせてください。民進党はこれからもチルドレンファーストで働く生活者目線の提案を続けてまいりますことをお約束して、私からの反対討論とさせていただきます。<し> <laughs> 宮崎雅君。はい。 私は自由民主党公明党を代表してただいま議題となりました平成28年度第2次補正予算3案に対し賛成の立場から討論を行います政権の発足から3年半余り安倍内閣が経済最優先で取り組んできた結果雇用情勢の顕著な改善など着実な成果を上げています8月に決定された未来への投資を実現する経済対策は あ持続的な経済成長と一億総活躍社会を実現するためのものでありますその裏付けとなる本補正予算案の一刻も早い成立が強く求められていることを冒頭申し上げ以下賛成の主な理由を申し述べます、えー、賛成の第一の理由は一億総活躍社会の実現の加速に向けた力強い施策が盛り込まれている点です本補正予算案には子育て介護の環境整備として2800億円が措置されており 保育の受け皿整備や、保育・介護の人材確保等が進められます。待機児童ゼロや介護離職ゼロといった目標の実現に向けた迅速な政策対応と高く評価いたします。賛成の第二の理由は、防災対策や災害からの復旧・復興のための施策が盛り込まれている点です。北海道、東北などで台風による甚大な被害が発生し、防災・減災対策の必要性が改めて認識される中、本補正予算案には、 災害対応の強化・老朽化対策、熊本地震からの復旧・復興、東日本大震災からの復興加速化が重点的に措置されており、災害からの復旧・復興へのきめ細やかな政府の対応を強く支持いたします。賛成の第3の理由は、21世紀型のインフラ整備など、我が国経済の競争力向上に資する有効な施策が盛り込まれている点です。 大型クルーズ船の受け入れ環境の改善などにより、外国人観光客4000万人達成を視野に入れた観光立国の実現が大いに期待されます。加えて、上下水道の更新や開かずの踏切対策など、地域のニーズに応じた生活密着型のインフラ整備は、地域の中小小規模事業者にも大きな経済効果をもたらすと期待されます。 最後に本補正予算案の財源については、赤字国債を発行せず、国債利払い費の減少分などのほか、未来への投資に活用される建設国債により,より賄われており、財政健全化に配慮している点も復元しておきます。以上、本,予本予補正予算案に賛成する主な理由を申し述べました。政府におかれましては、本補正予算案成立後には、適切かつ速やかに予算を執行されることを要請し、私の賛成討論を終わります。 辰巳孝太郎君、はい、私は日本共産党を代表して本年度第2次補正予算案に反対する討論を行います熊本地震から間もなく半年ですこの夏各地を襲った台風の被害も甚大なものでありました1日も早い生活となりわいをの再建に向けて補正による予算措置は当然です 被災自治体の独自支援策を応援するとともに、被災者生活再建支援金を最大300万円から500万円に引き上げ、対象も一部損壊以上に拡大をするべきです。一連の台風は、食糧基地である北海道と東日本大震災からの復興途上の地域に甚大な被害を与えました。大震災時と同等の農林水産業、中小企業支援を求めます。 以下反反対対をを述述べべてて予算案に反対をの理由ままいります第1に、1億総活躍社会、働き方改革と謳う予算案の中身についてであります。このうち大部分は、低所得者向け臨時福祉給付金3685億円です。年6000円を消費税増税までの2年半分、一括支給するものですが、たった1回、1万5000円を支給しても、消費税が10%になれば、 結局、1人当たり差し引きで2万7000円の負担増です。消費税増税は延期ではなくて、きっぱり中止をするべきです。本委員会で我が党の質問で、政府の働き方改革実現会議のメンバーのほとんどが、企業経営者で占められていることが明らかになりました。働く人の立場と視点に立った議論ができないのは明らかであり、いち早く改めるべきです。 待ったなしの保育士の処遇改善は、本補正予算案では見送られ、概算要求においてわずか2%の賃上げを事項要求にとどめました。介護人材については、来年度から月1万円増を目指すと言いながら、介護報酬の引き下げはそのままです。介護離職ゼロと言いながら、病院からも施設からも介護を受けるべき人々を追い出し、負担を家族に押し付ける介護保険解約は容認できません。第二に、JR、東海の リニア中央新幹線の開業前倒しや、大型クルーズ船が寄港できる港湾整備、首都圏の道路建設など、新規大規模開発事業への大盤振る舞いとなっていることであります。21世紀型インフラと称していますが、その内実は、再三の見通しのない失敗を繰り返してきた従来型大型開発であります。しかも財源は、建設国債を2兆7500億円も新規に増発し、 財政投融資で1兆5000億円もの財搭載をリニア建設のために発行するなど、借金頼みです。日本銀行が国債を買い支えるゼロ金利維持の下での新たな借金増加は、我が国の将来の財政と金融を再建困難な状況へ追い込めかねません。第三に、軍事費は安保法制が施行されたもとで、日米一帯で軍事体制を強化し、東アジアの緊張を高めるものであるからです。p1 や f15 戦闘機をはじめ、その多くは、次年度以降の歳出化経費の前倒しです。経済対策に名を借りた軍事費の先取りであり、到底認められません。最後に、今国会冒頭、発覚した輸入米の SBS 価格偽装問題です。農水省の調査でも、調整金の状態化がはっきりいたしました。TPP で輸入量が増えても、同僚の国内産まを買い入れるため、市場に影響はないとした大前提が崩れたのです。 tpp 批准は絶対に認められないということを申し述べ日本共産党代表しての反対討論します浅田ひとし君 <laughs> 日本維新の会浅田ひとです私は我が党を代表して 平成28年度第2次補正予算案に賛成の立場から討論いたします。この予算案の特徴は、建設国債による公共事業と財政等融資を増やしたことです。公共事業によるインフラ整備については、事業について費用対効果がしっかり精査されるべきです。今回の補正予算案で2兆7000億円の建設国債が発行されることは、財政規律の点から疑問の余地があります。 当初予算との合計額も100兆円を超え、安倍政権での予算規模の膨張に拍車がかかった形です。我が党は政府・与党の財政運営について全面的に賛成ではありません。身を切る改革と徹底行革による歳出削減が必要です。議員定数や歳費等の削減は進まず、公務員給与は人事院勧告では3年連続上昇であります。 我々はこうした現状を変えるため、すでに11本の法案を参議院に提出しております。それら法案で主に訴えたことは、議員の身を切る改革、公務員人件費の削減、そして教育無償化です。一方で、国内経済は足踏みが続いております。先日発表された日銀短観でも、景況感は2期連続横ばいです。消費は依然として振るわず。 4月から6月の投資、輸出ともマイナスなので、この時期の経済対策は一定の合理性があります。また、東京一極集中による地域経済の衰退は放置できません。国が行うべき経済対策は、日本全国の各地域にメリハリなく公共事業を行うのではなく、国家全体に特に大きな便益をもたらす事業への重点投資です。この この観点から言えば、足元の低金利環境を生かした財政投融資によるリニア中央新幹線の前倒し、全線開通には賛成できます。さらに、熊本地震から半年たった今も、震災による住宅難は解消されておりません、真敷町など被害の大きかった地域では、今も避難所生活の方が多数おられます。 発災直後の第1次補正予算案は、各党が全会一致で賛成しました。熊本地震に関する災害復旧予算については、補正での緊急対策がまだまだ必要です。以上、景気対策としてやむを得ない面があること、東京一極集中是正のための合理的な重点投資が見られること、熊本地震からの復旧、復興の加速、 この3つの理由で、我が党は補正予算案に賛成いたします。福島みずお君はい 社民党の福島みずほです希望の会、生活社民を代表し、2016年度第二次補正予算案に対し、反対の立場から討論を行います。熊本大分大地震や、この夏の台風15をはじめとする豪雨により、亡くなられた方々に対し、ご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。被災地の生活再建は、まさに金曜の課題です。 しかしながら、本補正予算案は、財政法29条が定める補正予算の金融性に照らし、多くの事業が不適切であると言わざるを得ません。まず第一に、経済対策を講ずること自体が、アベノミクスの失敗を意味しています。家計消費は本年2月のウルード氏効果を除けば、12ヶ月連続でマイナスです。 簡素な給付措置を実施することにしましたが社会保障の負担増が続き過処分所得が伸び悩む中金融である消費の底上げには不十分です第二にアベノミクスの失敗で税収も伸び悩み結果的に建設国債と在党債を発行しますがリニア中央新幹線の全線開通前倒しや混和整備など旧来型の大,大型公共事業への回帰にほかなりません 第三に TPP 承認前にもかかわらず、昨年度以上の TPP 関連対策費を計上することは問題です。さらに未来への投資の名のもとに、防衛費を増額することは許されません。今、まさに金曜であり、未来への投資として重要なことは、子育て、教育支援や将来不安を解消するための社会保障の拡充、被災者生活再建支援金の増額など、相次ぐ災害への支援です。 以上申し上げ反対討論を終わります以上で討論通告者の発言はすべて終了いたしました討論は終局したものと認めますそれではこれより採決に入ります平成28年度一般会計補正予算第2号平成28年度特別会計補正予算特第2号平成28年度 政府関係機関補正予算、期第一号。以上三案に賛成の方のご起立を願います。多数と認めます。よって平成二十八年度第二次補正予算三案は。多数をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが。 ご異議ございませんかご異議ないと認め作業決定いたしますえ次回は来る13日午前8時55分から開会することとし本日はこれにて散会いたします